ーはいこんばんは今日はにぎやかに、はい、今日はにぎやかですねバン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 あ <laughs> 同じこと言ってる<笑><笑>しょうがないねはい <laughs>、うんはい、ということでおっしゃるゲストの宇都丸さんにも来てもらい<あ>ますね犬あすみませ、あ、ん私ちょっとね風の 治りたてで声がちょっと大丈夫です大丈夫。黙って大丈夫。黙って大丈夫。ご容赦ください。ワン。そうそうワン。ちょっと犬が好きっていうだけでいやそうです。犬お邪魔します。はい犬が好き。集まる犬好き。ねはいそういうところでございます。はいなので元気よく今日金曜八時のやつやっていきたいです。ワンワン。行きますよ。はい金曜金曜八時は ブラックホールワンワン賑やかでワンワいいですねやかましいっていうねいいなーいということでございます今日は何をするかというとちょっとちょっと待ってくださいよ誰それこれなんだっけ西部へ進む唐突に出てくるからなんだかわかんないよねはい今日はのとその前にこちらです 西へ進むってはいはいはいね DVD やの配信データはいね絶賛発売中です絶賛発売中ですはいはもうすぐそろそろ新しいやつもそろそろそうですね来週の配信までには新しいやつも出てそうですねこれもこれも入れ替わるというねのでまだねこのデューンが表紙の三月号ご覧でない方は今すぐ今すぐこれが終わったらあのコンビニに走ってはいということでございまして今日は これだーいいですねブラックホール漫画祭りブラックホール漫画祭り透けてる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 これはねいつもしょうがないですはい。けるとも透けることもある100匹はいどうしましたはいパワポが透けちゃうパワポが透けちゃうでもいつもこんぐらいちょっと透けてますよなんか色によってこれだからブルーだから透けちゃうんでしょこれブルーう なんかいつも割と、それは、あの割とそうかなと思ってますよ。多分大丈夫でしょう。なんかどうしても気になるんだったら。ブラックホール君もちょっと透けてるよね。ブラックホール君もいつも微妙に透けてる。まあ、ちょっとそういう、演出です。はい、そういう演出です。と、うんはい、い,いうことでございます。はい、はい、はい、ドッグマンやっておりますけども。ドッグマン、ね。ドッグマン、リュックベッソン監督作品、ドッグマンにかこつけて、ドッグマンと百匹犬映画大行進。わーええー、犬が嫌いな人がいて。 という番号でございます。見ましてということで、とにかくまあワンちゃん大好きということで、まあここぞとばかりにワン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 やっていきたい。ワン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 やっていきたいね。大丈夫か終わるのか今日これ。今日ちょっとね急いで行かないといけない。今日ね結構駆け足でやらないといけないようなことになりますから。はい。 なのでま、えー、まずここか行きましょうかね最新作「ドッグマン」のお話からちょっとサクッとやっていきましょう。ちょっと聞いてくださいよ。<え>ドッグマンの話ね、うん、先月ドミューンで、まあ、それは尾崎さんが話したんですけど <laughs> 俺はそのあ、ま、か今月も出しちゃってドッグマンを。<laughs> でこ,んこの間もドッグマンの話ドミューンでやって、ね、でそこの場でなんか今度リュック・ベスソンの回をドミューンでやるんで。 出ててくれっまたそこでドクマの話することになって今日もこのドクマじゃないですかすごいなんかもう俺リュック・ベッソンからさギャラとかもらっていいんじゃないのかなそんな気がしておりますけど今日はねまあそのドッグマンはもうとっかかりですからね。そそううでですすねよということでまずリュック・ベッソンについてちょっと振り返ろうっていうことでございますね。 はい、リュック・ベッソン、えー、59年生まれですからもういくつ、うん、?65 ぐらい <5? S 2> いやいやいやあそうか、うん、64か5かですよまだそんぐらいで若いね,ねデビューは短編最後から2番目の男1981年でございますよあでも話題になったら最後の戦いですよねその後八83年最後の戦いで翌年、えー、サブウェイサンドイッチじゃないですよ、うん、この、えーえー、とクリストフ・ランベールト アジアニが出ていたた、はい、最後の戦いサブウェイこの辺で、まあ、ガーンと注目されました、うん、でその後グレートブルー、はい、あえてグレートブルーと呼びたい派ね老害です <laughs> <laughs> その後グランブルーと、まあ、解体されてっうかフランス語元に戻ったフランス語のタイトルだからね、はい、でその後ニキータでございますよ、はい、この辺の、まあ、3本4本この辺りでいいですかジャンジャック・ベネックスレオス・カラックスと並び え、シネマドゥルックというその一派と目されるようになるわけです、ね。全員に対して失礼じゃない。まあシネマドゥルック何かしらと思ったら本質よりスタイル。ハットみ映画ってことだな。物語よりビジュアルを重視する新しいスタ失礼だな。中身がねえって言われてるような。この頃はね、ジャンジャックベネックスなんか。正直言ってベネックスはそういうタッチなんだと思うんですよ。で、うん、僕まあそこは好きだったんだけど。はい レオカラックスはも違ううだろね結構乱暴なくくりな感じはしますけどただあのフランスっていうのはそういうくくりをやりがちな感じがしませんあのフレンチエクストリームとかも乱暴なくくりをね。何か腕とか取れてるからあれだろ同じだろお前らみたいなただだけどベネックスとレオスカラックスと並んでたっていう頃ですよねこのなんか闘魂三重心みたいな感じになってたわけじゃないですか。ただその後 やっぱ大きく道が分かれていった気はします。そうですね。うん。あまあその後監督作品見てみますと、アトランティスってこれはドキュメン、海洋ドキュメンタリですよね。うん、早すぎたキャメロンみたいな。まあ確かに。<laughs> うん、でもまあ何しろレオンでございますよ。レオンね。日本中にその勘違いおじさんを。 量産したレオンが一番どうでもいい雑誌もできた。雑誌もある、はいま。まだあるんだ。まだありまだあるんです。すごいな。しかしなんでフランスじゃなくてイタリア人なんだろうね。ねレオンという。まあなんか同じに見えるよね。あの人 <laughs> あの辺のおっさんたちからすると。<laughs> うん、で、まあその後フィフスエレメントジャンヌダルクあた、はい、りまでは割とこうなんかねあれでしたけど、うん、その後はですねアンジェラ。

でアデル、ファラオと復活のこれアデル、憎かったのでしょ、これはね、リブトというか、そうですね、二つの世界の決戦って、これは未公開になっちゃって。アーサー、一個も見てないな。見てないんだ。ドミュージカさねて、見てなかねて、やばで、ザ・レイディー、アウン・サン・スー・チ、引き裂かれた相手、またはドキュメンタリーがありつつの、その後すごいですね、マラビータ、ルーシー、バレリアン、ゼルの惑星の救世主、マナ。 そして今回ドッグマンっていう,うんなんて言うんですか。まあやっぱりそのジャンジャックベメネックスレオスカラックスと並び称されていた頃はもう遠くなりに蹴りという気がこのフィルムクラブを見てるで。まあフィフスエレメントレオンレオンぐらいですかね。まあ,、ねまあね、レオン。そうなんかレオンレオンフィフスエレメントの頃はまあレオンとかだってアメリカで撮ってるしでフィフスエレメントもあんな感じでだからそのなんていうのこうあの。 ハリウッドで認められたいみたいなあれがでかいのかなって思ったんだけどでも結局そうじゃないよねまあ結局フィフスエレメントいまいちうまくいかなかったフィフスエレメントはねまあ今見ると面白いですけどね別につまんないわけじゃないんだけどヒットしなかったっていうフィフスエレメントしかりバレリアンしかりこの人っていうのはその小学校の頃から僕が考えていたお話っていうのはやっぱり奥面もなく 超対策にできるあたりがやっぱこの人の特殊性なんじゃないかという気もしますしねあとでその吉木さんがあの言われたあたりで、うん、そのなんかえ世界向けのまあエンタメ、うん、路線ということで言えばその制作脚本作品というのはとにかくこの人はえらい多いと、うん、2001年にはいわゆるその映画会社ヨーロッパコープっていうのを作っちゃいましたので。 そから出てくるシシリーーズがタクわさびわさは1本で終わっちゃいましたけどトランスポーター96時間など当てまくってんの当てまくってんのますねごいなそうなんですよでまあ2本3本4本当たり前みたいなシリーズ化になりまして大体3本目ぐらいでんかみんなすごい寂しい感じになるっていう違う人になっちゃったしなそうそうでもバン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 それで当てて稼いでたっていう人ですよだからまあねそういう娯楽の人なんでございます そういう思考でやってるというリクベスの最新作がドッグマンでございますよと、うんはい、お便りいただきましたドッグマンについて、えー、所長長谷川さんです 私の両親は私が生まれてすぐ離婚し母はシングルマザーとして朝から夕方までは化粧品の販売夜はスナックのホステスとして働いていましたしょっちゅうではないですが時々どうしても手が足りない時まだ赤ちゃんでハイハイ状態の私と飼っていた犬を同じ柱にリードでくくりつけて出かけ私は母の留守中犬に子守りをしてもらっていました なもんで犬は兄弟みたいなものです特別な親近感があります、えーえー、ダブラス少年の気持ちもちょっとだけわかりますすごい、えー、犬に育てられた男から頼りにするっですね、えーえーえー、マ,マジか、はいえー、リュク・ベッソンは大好きな監督でしたがジャンヌ・ダルクあたりから冷め始めルーシーでひとまずさよならを告げた中でした <laughs> 今回のドッグマンは大好きだった頃のベッソンに再会できた気がします、うん、ジョーカーなど彷彿させこの映画好きやりたいがわかりやすくアウトっぽくしたいんだけど結局 いい意味でエンターテインメントにしかできないホームアロン的なギャグも入れちゃうそこが別尊らしいかなと、うんえー、小麦粉持ってきて砂糖持ってきての依頼を犬が完璧にこなすのはちょっとちょっととは思いましたが、えー、ワンコたちの訓練された演技はすごかったです最後まで飽きずに集中してみられましたしラストシーンも 余韻があり良かった、うん、終わった後とも A も見た感が大きく大満足でした。うんうん、ベッソンは10本取ったら引退する発言を撤回しましたが10本取ったらやめるみたいな発言って何なんでしょうか輝いているうちに才能が枯れないうちに引退とかなんでしょうかベッソンを見習ってタランティーノも引退発言を撤回してほしいですまだまだ見たいしということですね。ま ベストンがベストンらしいところに戻ってきたあれさ小麦粉と砂糖はさそれぞれ担当の犬が決まってんじゃないのはあ違う多分そうですよね。かなって思ってたんですけどまあまあでもねベストンはだからエンタメでアートっぽくしてエンタメっていうかむしろベレというかですねまあバンドデシネの映画を撮る人だからオリジナルの。 そういうう感じそう思ってみるとすごい分かりやすくなると僕は思ってますね。うん、で最後の戦いが本当にそれこそ「メビウスのコミック」みたいな感じで始まってて、うん、で「サブウェイもめちゃくちゃバンドでしねっぽいしずっとだそ,そのねその漫画的想像力とか漫画的な画角のかっこよさみたいなことを軸線で考えると割とすふぎ落ちるっていうか確かそういうバンドかなと思いますね。ななんだろろうなそのやっぱり弱いところもあってさ 結局最後の戦いもいまいちあのえ絵面から思ったほど面白くならないというか盛り上がらないところがあってアクションがそういう意味ではあんまりやっぱり透明なんですよね透明、ね、はかっこいいんだけど、うん、アクションの動きがちゃんとできてるかっていうとそうでもなくないところがあって。うんうん この難しさはあることはあるんですよねあそう,ういうことバレリアン良かったじゃないですか深井だからヤンヤン結局そうそうあとやっぱ制作の方がいいんじゃないのってそういうことで制作でこういうのでこういう絵がバーッと欲しいっていうのはすごく決められるしで演出の方は逆に言うと 監督が上手いやつがやると綺麗にやってくれる確かになでもあの結構ねかサブウェイとかもね実は静止画のイメージが強い映画ではあるんですよねサブウェイめっちゃそう思ったんだめっちゃかっこよくてさあの映画の映画もかっこいいしないねイスララジアもめちゃくちゃ綺麗でさどうなのと思ったらなんか盛り上がらないこの映画っていうでもあれなんか結構変にハマる時期あって一時すごいよく見てましたねサブウェイなんか触れ込みほどではって思った記憶がなんかありますね なんこ小麦粉砂糖を持ってきてのくだりはちょっとあれを思い出したんですよね「あの <coughs> なんだっけ眠れる森の美女」のアニメ版でこう妖精が魔法でこうケーキを作る時にこうなんていうかこう魔法の地下で粉こをうこう動かすのがあってだから犬が結構その主人公にとってこう魔法を叶える装置なのかなってちょっと思ってだからその。 最後のシーンとかもそうだし、まあそのギャングをやっつけるところとかも、なんていうか普通無理じゃんって思うのも、まあ魔法なんだなって思うと結構、うん、うん、あごめんなさい声ね、すみません辛いの、そうそう、なんか結構そこが好きだなと思いましたけどね。確かにね、あとまあ魔法とかそのサイキとかね、マジック、マジックだねだから、ックマジックとしてあるってことだな。なるほど確かに。取ったらやめるみたいなやつ、十本取ったら取る取るやめる詐欺。 私がめちゃくちゃ好きな監督の香りすまきとかもしょっちゅう撮り終わったらもうこれ終わりって言うんだけど結構疲れるから疲れて本当に全力投球だったとちょっと休みたいんですけどみたいな感じってことじゃないかなかなとか思ってるでも他の映画監督だってみんな全力投球のはずなんですよ普通に考えてまあ香りすまきは割とねすぐ疲れそうれちゃうもんね だハヤオとかさ、やってんのかな。あただと、まあリュックベッソンはリュックベッソンなりに毎回そうなのか、全力投球してるんですかね。絶対してますよ。そうか。だから。マラビータとかでも。マラビータとかだって全力投球。<laughs> そうだね。<laughs> うん、っていうね。っていう, <laughs> うですよ。はい。まあちょっと待ってくださいね。まあだけどさ、はい、逆にその全力投球してない。 そのあれですけどスタジオ時代とかの B ピクチャーとかで全く全力投球じゃなくていい加減に作った映画が超面白いってこともたまにあるから、うんまあね、なかなかその辺はね、うん、あの掘り始める時がないんですけども今日は本当に駆け足でやるので間に合わないのでリュックベッソンにはまだまだ頑張ってほしいっていうところですけどねもう一丁天蔵さん。 えー「ドグマン」「ししました新たなダークヒーロー誕生」との宣伝文句といかにも暗く重い雰囲気の予告からなんとなくバットマン的なものを思い浮かべつつ鑑賞実際のところは白塗りメイクやクラブでのショー回想録という構成構造などホアキンのジョーカーを連想させる作りになるほどそっちの方かと膝を打ちました。 の浄化をはじめ重く暗い展開に心が落ち込んだまま帰宅することの多かった DC 映画と比べて本作は非常に塩梅がよく、えー、重い展開の割には必ず主人公の周りに可愛いワわんこたちを配置、えー、観客たちの心が沈み込まないよう配慮されています。 暴力親父が怖い時も、先に好きだった彼女が寝取られて辛い時も、えー、マフィアが、ま、約束を守らない時も、ずっとわんこたちが可愛いので、観客は心に余裕を持ちながら鑑賞することができます。それは主人公ダグラスにとっても同様で、常に寄り添ってくれるわんこが彼の心の寄り所になっており、わんこを起点にダグラスへの感情移入を深めることのできる構成はさすがリュック・ベッソン。宗教的な深みも、えー、深みも分かりやすく 足を引きずりながら教会に向かい十字架と影が重なる姿はまさしくゴルゴダの丘で貼り付けにされたキリストそのものでしょう幼少期は神の名のもとに抑圧を受けままならない世界も神のおぼし召しと受け入れていたダグラスですがそのラストのセリフでは神に対する大きな怒りを発散しており大変なカタルシスに身が震えるようでしたそして最後まで寄り添ってくれるわんこたちやはりわんこが可愛い DC 映画に足りないのはわんこだったんですね、うんうん この後、ダグラスがどのような道を歩むのか、はわかりませんが。神が自分を罰する瞬間まで、止まらない系のヴィランとして、バットマンなどと対決してほしいと思う <laughs> い。い,いや、おひとしの作品でした。まあ、あの、バットマンはあれだけど。バンコは出るよね。DC 映画に。スーパーマンのだって、犬がいるじゃん。クリプトのね,ね,ね,ね。あ、本当に?うん。うェしムのギャンが言ってる。<あ>はい。そうなんだ僕は、なんだっけ、あれの,の。マイケルムーアの。マイケルム。ラキロじゃない、ラ,ラン・ムーアの。 えっと何あの犬の所長さんに会いたいああトップ10のトップ10の犬の所長さんあの人勝手にね神経喚が痛いです派手なアロファてるからあ来てますよねででもたまにあのそれたまにメーカー脱いで普通に来たらあー犬だって言われちゃうのがすごいいいですよね普通の犬だからねはいまあでもその漫画ポーターというかまあそれこそねバンデシメ的なっていうのやっぱりその辺はリクベソンリズムっていうなんでしょう もうね、でなんか僕は言うほどそのジョーカーとの関連っていうかあれは感じなかったっていうかあのもいやもちろんその見た目とかそのだからまあでもドラッグインだからねこっちのこれはうん、うん、でまあ向こうはごあのスタンダップの人ででなんていうの,あの性格とかモチベーションも全然違うからまあそのまあビジュアル的にまあそういうふうに感じられるのはまあ仕方のないことかもしれないけどでもケールブ・ブラドリー・ジョーンすごかったですからね今回ね最高でしたね、うん、見,せ見せるなと思いました本当に。 はいうん、はい、もう一度言ってみようかな、うん、はいそうレギュレーターズさん、えー、ドッグマンベッソンのチューニーマインドあふれる愉快な作品でした正直いつものベッソンらしく中学生がノートに書いたようなストーリーからは飛躍することはないですしジョーカーを意識したと思われるショットや展開にはヘキへキしたりしましたが料金分は楽しめたのでオールオッケーです はい、ケーレブ・ランドリー・ジョーンズの熱演も素晴らしく、えー、犬ちゃんも可愛く楽しく人を景気よく食べていたので、えー、想像以上に楽しめましたそれに犬ちゃんがひどい目に遭わないのもよかったうん、うん、子供の頃から親兄弟から虐待され誰からも愛されなかった主人公と人間の自分勝手な都合により直ちに処分されてしまう犬たちどちらも世間からは顧みられない、えー、存在同士が結託し必死に生きていく様が、えー、ベッソンがよく描く薄いお話に。 熱いドラマを生み出していたと思います <laughs>、うん。まあ,まあだからそうですよね。お話自体は別に薄くてもいいんだと。まあだからシンプルってことだよね。うん、そういうことそういうこと。お話は別にシンプルだってね。うんうん、あのいいこといい時はいくらでもありますよね。そういうことですね。うん、そういうことですよ。ケイレブ・ランドリー・ジョーンズさんね。うん。 あのー、今回どなたかからお便りを頂い,いて「はっ!」って言ったんですけど「あのノーカントリー」の最後に出てくる少年 B そそそそそうううううでですすからの「X メンバンシー」はい「バンシー」バンシーね「キャーって言ってたしそうだ。でゲットアウトのすごいムカつく人。ああねね最近やっぱ嫌な人が多かった気もしたんだけど、うんうん、今回すごい。 割とそんな感じかもしれない。ね、割とね。まあね、一度見たら忘れられない風貌してますけども。ここなんか今回まあ主役でね。踊り出てきて、また良かったですね。これからもちょっと期待したいところですよ。ジョーンズランドリージョーンズさんね。ランドリーっていうのはあの選択とは関係がないですね。ず、ね、が違いましたね。<laughs> はい、ということでございます。はい、ドッグマン、もう一個だけ行ってみよう。はい。村田秀之さん。 ドッグマンはダークヒーローという宣伝文句に首をかしげましたがある男の、えー、波乱万丈な人生を描いたコミック的ノワール作品としてケイレブ・ランドリン・ジョーンズの演技のうまさもあっていい別荘らしさが発揮された作品だと思いました見ている時は犬かわいいなと思いつつも見終わった後で一杯引っ掛けながら冷静に思い返すと設定上は人肉の味を覚えている犬たちなんだよなと気づき気が重くなりました、はい、さて印象に残る犬映画として ヤンヤン2018年のイタリア映画ドッグマンをあげたいと思います <laughs> <ー>今回紹介されている、えー、ベッソン作品と同タイトルです、うんえー、主人公マルチェロは錆びれた海辺の街でドッグマンという犬の美容室をやっていて<ー>、えー、ドラえもんのジャイアンを地で行くゴロつきであるシモーネに付きまとわれています、うん、マルチェロは気が弱いこともありシモーネに都合のいい時に利用されて縁が切れずにいました ある日シモーネが単独で強盗を働いた時マルチェロは分け前をもらう約束で片棒を担ぎ刑務所に1年入ります、えー、出所後彼はその代償として、えー、町の住民や家族との信頼と仕事を失いシモーネに分け前を催促しに行ったら約束を保護にされてしまうことで えー、俺はお前の忠実な犬じゃないぞ、こら言わんばかりに。<laughs> 何なんそれは。誰な彼の怒りが頂点に達して復讐を実行するという話です。<laughs> <laughs> マルチェロのように権力や暴力に対して従属的な犬みたいになり「噛みつかないのか!」<laughs> <laughs> という言葉を噛みしめるような生き方をしてはいけないと思わずに折れない作品でした、えー、まあ今回の作品というのはやっぱちょっと共通項もありますよね犬ワンちゃんはあのメン、ま、マンズベストフレンドなんて言いますから本当にやっぱりそので全部止まらないじゃないいはい。 っていうことですよね。<ー>なんです。そういうなんかこう面白いそ,そう。これ見てみましょう。う18年、ね、結構最近の映画でございますよ、ね。んなんかね。 あと最近あの犬人間っていう映画もございますよね犬人間ああるあるあった犬のかぶり物をかぶった人間を飼っているところになんかデータアプリがなんかで知り合ってどうたる知り合ってどうみたいな普通にいい人なんだけどなぜか犬飼ってる犬人間を飼ってる今流行ってる火の鳥みたいなこと犬人間ドッグマンっていうの構今あの映画界のトレンドなんじゃないでしょうかところでございますねはい もうこれだけ異常な駆け足でドッグマンを紹介しているには訳がある、うん、訳があるんやでということでございますよ、はい、なぜならば大丈夫ですかドッグマンリック・ベッソンとドッグマンの話ちょっといやいやドッグマンでもいやい話だと思いましたよ僕は私、うん、そのなんていうのこん本当あんばいってさっき書いてあったけどにはい、はい、こんぐらいのあんばいのこんぐらいのサイズ感の映画っていうのは好きだよねやっぱりねそうですねうん、うん、だしさそのそれとあとやっぱりほら今回もその でも別に何にももったいぶってないところが、なんかエクベストの魅力っていうか。あのー、なんかうるさくない感じが好きです。確かに、まあ。まあ、そんな長くないっていう。長くないし。うん、そうですね。うん。あと、あの敵のね。本当、あの町内会かっていうぐらいの。<laughs> <分>あの、あの、あの敵そんなち。ちょっとオーバーキルっぽいよ、ね。オーバーキルだと思いますね、あれはね。<laughs> そんな悪いは悪いんですけど悪いは悪いんですけど腸内が狭いんで割と気軽にちょっと腸内で締めてたらとんでもないのがいたとんでもないのにオーバーキル感はちょっとあったね。憧れれのののののの女人人いいいいるるじゃなですかあああととと恋が破てててししまうううっ結構大き出来事思んだけど なんか私は割となんていうかその自分以外とそのなんていうかな、まあ、カップルになってしまったことのショックっていうよりもなんていうかその憧れてた存在が急に生っぽく感じるっていうかはい,はい、はい、うんうん、なんていうかその絶望なのかなって思ってて。<ー>かすごく多分 なんていうか憧れの気持ちがさ、そうなんていうのかな、具体性がないっていうか、そのどうくなりたい将来一緒にどうなりたいっていうようななんていうか恋じゃなくて、まああのミューズであるみたアイドルのスクラップ作ってるようなもんです。そう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 。だからなんかそこがこうなんていうか現実に降りたことのなんていうかこのショックみたいなのがあんのかなって私は思ってたんですけどね。やっぱり大女優が好きな人がプライベートのあのパパラッチの写真見てガックしみたいな。 そそうそう,そう,そうなんか急に生っぽい存在に落ちてきてしまってっていうのはなんかあるのかなだから大人じゃないからさあの時の主人公は全然まだうんなんかそれがすごい分かるなって思っちゃって <laughs> そ,うそ,うそれがよく好きだったなそことここがそへ来るとねあのワンちゃんはね気持ちを裏切らないですからねこっちのねも、ねまあ、もともと,もとそんなにこう なんていうんですか、考えてないということもあるのかもしれませんけど。<laughs> うん、もみんな立派なワンちゃんでよかったな。ねえねえやっぱね細い犬は何こう口の隙間を抜けられるっていうのがもう百点だと思った。あのボルゾみたいな。そうそう。うん。姿。本当でも優しい映画ですよ、ね。適材適所です。優しい映画です。ね。よかったな。よかったよかった。はい、うん、はい。はい ということなんですまだやってますんでドッグマンにぜひ皆さんご覧くださいねというところでございましてさあ今日の本題に入りましょうかおーはいこちらです出たワンダフルワンダワン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 はい百0匹犬映画大行進すごい大変だあでこれ先言ってきますけど犬が出る映画って無限にあるんであのあれがないこれがないはあの織り込み済みでご覧ください

はい、三十分で終わったと仕方ないでしょう。まあこれかいるんだから。これこれからも時々出てきますから。そうですよ大丈夫大丈夫です。はい普通の犬ですまずこれじゃない？また普通の犬名前がないこれはなんだっけオーストラリアンキャトルドッグっていうのえあのまああれですよねその牧羊犬的なはいあ そっかそっかそういうことか。このワンコが可愛いね。可愛いですよね。このこれ仲間ね。もうこれもたまだから今これ犬好きのおじさんにしか見えてこなくなったこの写真でね。そうです確かにどんな映画かわかんなくなっちゃうね。マの犬ね。このバンダナ可愛いんですね。でまあここれ多分。 これからき、ね、ょうでの放送は、は <laughs> っきり言って犬ちゃんの犬が映画に出てた犬の写真を見ながらかわいいっていう, <laughs> そ,う,そ,うそういう放送でございます。 それからリンチンチン、まあね、まあこれ古典ですね。ね、はいはい。リンチンチンとかラッシーが並びます。皆さんもやっ子供の頃とかね一度は見たことがあるんじゃないでしょうかという。なんか今回初めて私知ったんですけど、実は不勉強でしてリンチンチンのことはラッシーは知ってんだけど、でなんか調べたらウォークオブフェームに。 リンチンチンとラッシーと、あとそのリンチンチンの先輩の名犬ストロングハートさんっていうのがいらっしゃるのその三人だけ、あせ三頭だけ、あ犬があるんだ、犬がのウォークオフフェームがあるらしいんですよ。でなんかストロングハートさんっていうのは全然私存じ上げてなかったんですけど、映画映画の、人間なの？なんですか？えっとそうですそうです。えっとね30年代か何かに、アメリカンコートって映画なの？あいやいやあと犬名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 犬 だからリン・チン・チンもストロングハートさんのだからなんていうか後継者っていうか同じジャーマン・シェパードでもともと軍用犬で,で,、ね、で,でアメリカに来て役者になったっていう。 サイレント時代なんですね。らしいですよ。ドイツで警察犬として訓練を受けた後第一次世界大戦中はドイツ陸軍の軍用犬として活躍しているそう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 ジャーマンシェパードだからね。でジャーマンシェパードやっぱ賢いから軍用犬もできるんだけど役者も多分できるから多いですもんねやっぱジャーマンシェパード。でもんかね結構一回その軍用犬とかは警察犬にしちゃうと人間を噛む訓練をしちゃってるから。 役者にするとき結構大変っていう話は前に聞いたことがすごい勉強になる人形を噛まなくする訓練を改めてしないといけないっていう噛めちゃえそれもかわいそうだなせっかくうまく噛めるようになったのに。怒られる今度は怒られるのかよみたいなでなんかリンチンチンさんはアカデミー主演男優候補になってんだってすごくない だから、これ多分8代、最初で最後の犬ですよね。今から、今からでも上げてくれよ。なんか犬だからダメって言われたな。それ。差別。ずい差別だね。うね、ダウニージュニアとかより犬には。いやそう思ったね。いそのその犬のおかげでどれだけ業界が稼がせていただいたのかってことでしょう。だってそれ考えたらね。ちょっと、うん、ということでございますね。すごい犬。 そイビーイこれがねどんどんでかくなる犬でめちゃくちゃかわいいこれは NHK 教育テレビで見たなこれはねあとうにちゃんでもよくやってたねよくやってましたねはい何かといって見てましたまあ犬がでっかくなるって映画が面白くないはずはないもんなそして黄色い老犬はいこれもまあ有名ですよね あの見た人全員泣くっていう。泣くわそれもうタイトルで泣きますよ。いろいろ件まあタイトルでも泣ける。もうやめて。無理。やめて無理。耐えられない。耐えられない。みんな泣くやつです。はい。泣くやつもこれからちょくちょく出てきます。そうですよ。どうもご注目です。黄色いロケン。はい。もう見るに見れないこれ。はい。そしてベンジ。あベンジね。ベンジは最近になってリメイクもされた。これイーオークじゃないよね。ね。はい。ベンジですね。ベンジ。はい。 クそっくりだなこれなんか雑種っていうかミックスなんだって、はい、なんか似てる犬はいるけどになんか何の犬しか分かんないなと思ったらああミックスだそう,そうですよくリメイクでこんな同じようなミックスの犬がいるなと思って。ベンチネットフリックスにねあるんですけどねいつも予告だけ見てね、うん、あまりの可愛さにもうこれ以上耐えられない <laughs> と言ってまだ本編を見てない。<laughs> なんか見てくださいだってあれですよシングルマザーとなんかその二人兄弟ちっちゃな二人兄弟ですよ、うん、でその二人兄弟がベンジーを拾ってくるんですよ、うん、でもうそこでうってなるじゃないですか、うん、もうダメだ、うん、見られん、うん、でも見るか、うん、はいそしてからの、はい、出た時間泥棒さんのお便りです、はい、え先週もねはくらずもお話出ましたけど えー、ナンバーワンワンチャン映画、ラッセ・ハルストレム監督の僕のワンダフル・ライフ、はいえー、私にとって生涯で外せない一本であり、見るたびに弟同然であった愛犬を思い出すほど毎回終始号泣する映画です。なお、2作目、ワンダフル・ジャニーは最後の天国シーン以外許すマジ、<laughs> 何があったんだ。<laughs> あったのかな <laughs> <laughs> え4年前に愛犬が12歳で心臓病のため亡くなりそれがトラウマで未だ傷を癒せていない状態であり毎年命日には1人で思い出に浸りながらこの映画を見ることが多いです内容としてはワンチャン視点で描かれているため人間のエゴと感じるのは分かりますがえーラッセ・ハルストレム監督の手腕のためかストーリーや音楽人物描写すべてが絶妙で美しく愛犬が言った人にとっては共感しかありません えー、特に主人公ケンベイリーとイーさんの別れシーンは涙,では涙なしでは見られない私にとってドストライクな作品でしたうん続品見てないんです先週もお話しましたけど泣くからはい <laughs> うん言ってたね、うん、第,第1部も一回しか見てないんです危険の泣くから危ない危ないんだこの映画は私なんかあの <laughs> 犬めちゃくちゃちっちゃい時からほんと犬,犬派ってあえて言いますけど、はい、犬めちゃくちゃ好きなんですけど犬 についてはちょっとエアプ。で、犬飼ったことないんですよ。だから近所の材木屋の犬とか、こう、なでに行くだけだったんですけど。エアプって何エア、エアプレートでしょそう。あの、こ、こ、コミットしてないんですよ。それで、なんで、こういうのとかね、やっぱ飼ってる方見たらもう。でも、なんか子供の時に、さしず中学の頃まで飼ってた。雑種の犬飼った。昭和だから、昭和だから、家にある日。 迷い込んできた雑誌の色をそのままわるというパターンだったんですけどそれがだからちょうど高校入って大学入ったのかな大学入ったぐらいの時に死んじゃったんでだからその高校行ってからちょっと忙しくなっちゃって通学時間長かったんでねでも妹に世話を任せてたんですよだから本当にで大学の頃に死んじゃったんでちゃんと別れてないんですよねそのお別れをちゃんとしてなくて悲しい。 悲、うん、しい話や。<laughs> <laughs> まあね、<え>そうなんです。でも本当に、まあ僕もだから子供の時にね、そうそうテラスはババアな犬が毎年変わるってそかそかチャットいただきましたけど、うん、子供の時は毎年やっぱ違う犬と夏をひと夏を過ごしていました、ね。で僕もだからそれ以来犬と暮らしたことはないんですよ。そうかそうか。うん だから、まあ、ただやっぱ僕もだから犬に関してはエアップですけどね <laughs> でもできることならやっぱり、まあ、あの猫 <laughs> うん、うん、犬と一緒に暮らすそうねんなら猫2の犬2ぐらいで行きたい最高だないはい, <laughs> いやだから私がほらこんな話になる見せ場いなんだけど猫アレルギー,だか,あーだから行くなら犬しかないんですよね二択でしたらね でもやっぱりなかなかずっとやっぱ私子供の時からやっぱ東京のマンションで住んでますからするとねなかなか夢のまた夢大変なんだよね散歩行かなきそうなんですよね歳とってと本当犬の散歩かな辛いのみたいな感じになっち結構私の知り合いがまあ保護したワンちゃんを、うん、おかなり大きいサイズのワンちゃんを引き取ってでやっぱり病院とかさいざとなった時連れて行く時にこう、うん、なんていのこう バッグに入れられないサイズのワンちゃんだともう車で運ぶしかないじゃんだから免許取りましたもんねやっそう覚悟がねいりますよねだから生活がねやっぱり犬のためにそう犬にせよ猫にせよ動物中心になっていくんですなりましたねそうなんですということでございますはい「僕のワンダフルライフ」まあこれはね本当皆さん本当に印象に残ってんじゃないでしょうかというとこでからの「インデペンデンス・デイの犬」あっ出たはい。 間一で助かるやつね <laughs>、はい、あのちなみにすごい熱い炎とか爆発が横にあったら死ぬんで、うん、あの角を曲がったら助かるってのは嘘ですからみんな気をつけてくださいね <laughs> そ,うそういうもんじゃないそういうもんじゃないんであのなんかハリウッド映画とか爆発でもさこんぐらいで顔に触ってなかったら <laughs> ま,まっすぐに行くんだよまそうセーフみたいなことあるんですけど。<laughs> <laughs> あのそうあ熱ってそういうことじゃんまあいいですけどこの子も助かっておけばです。といこの子も助かっておけばとい、えー、スタローンの「デイライト」っていうあ<ー>スタローンがトンネルに閉じ込められて「なんじゃらほい」っていう映画、うん、でもやっぱり犬が助かる<は>犬助かり系っていうのはかか、ね、まあやっぱりそのねあ,あの娯楽調対策の、うん、まあなんていうかっていうところだと思うんですけどあれでしょうだからその なんか割とこう脚本上のこうなんか決まり手みたいな感じなんでしょその犬を助けたり猫を助けたりみたいなのって、うん、ね。でなんかあのほらまたマダムウェブの話しますけどねあの猫を助けたらいい人っていうのが脚本術のなんかイロハみたいあるんでしょ、えー、なんかこの人は猫を助けたからいい人っていうなんかそういう法則があるんだって <laughs>、うん そうやって考えるとなんかの取ってつけたように猫と仲良くしてたマダムウェブっていうのはやっぱ本当とだめだな <laughs> あの映画はと思いましたはい騙されてはいけない <laughs> そのいい人を見せるのはやり方もっといろいろあると思いますけどねはい。<笑><笑>ですけどねそれはそれとして、まあ、インデペンデンスでの犬は助かってよかったなっていうことです <laughs> はいそれからターミネーターサラコナの犬サラコナの犬ねえ、ね、犬コナー <laughs> 犬コナ,ー犬コナーね、はい。

え、一緒。犬はそのターミネーターを嗅ぎつけるからっていうこと。あ、そうそうそう。あの未来のシーンね。リクスがちゃんとあるわけですよね。あの、そう。フランココロンボのね、ターミネーターに気づく。そうそうそう。ワンワンですね。ってね。うん。なんて言ってました。それから出ましたジョンウィック。はい。デイジー。デイジー君。ここからすべてが始まった。可哀想な。これのせいで何百人死んだから。ええ。本当にね。 それでまあそうまあ、デイジーはまあ冒頭で、ね、亡くなってしまいますからただそのおさ最後にこの2代目 2>、うん、犬、うん、名前がないんですねこっちはね、はい、い犬くん。で名前ぐらいつけてやれよと思うんですけど。 よく考えてみたらジョン・ウィークってこのあと第3部第4部までって3日ぐらいの話なんで全然合ってない合ってないしそっかそんな数日からいなんそうだよねだってでもんか砂漠でウロウロしてる時に2日ぐらい経ってるじゃない経ってると思うんですけどねチャプター2から3のあとって多分5秒ぐらいですからだからまあ名前を付けてやるつもりだったんだろうけどそれどここじゃなかった確かに自家つながりだからなあのシリーズ そう,そ,うそ,うそうなんですそんなジョン・ウィックについては「セミ人間と僕らの夏さん」からえ多くの方が挙げてらっしゃるでしょうが印象に残る犬映画は「ジョン・ウィック」です、うん、亡き妻が残した最愛の可愛らしい子犬をマフィアのクソガキが惨殺した時には「あっ子犬になんてひどいことを許さん地獄に落ちろやっちまえジョン」と主人公を応援しましたがその後ダース単位で人間が「ポコじゃか死んでいく展開を見ていや何もそこまでしなくてもと思ってしまいました <laughs> そういえばノーカントリーでも猟犬を撃ち殺した主人公が目が決まったハビエル・バルデムに屠殺銃で追っかけ回されてたのでワンちゃんにひどいことするやつは殺し屋に追い回される運命にあるということなんでしょうか。 えー、ところで、えー、ジョン・ウィックの愛犬についてなんですが妻の残した犬を殺されたジョンは何やかんやあって心の拠り所となる新たな愛犬に出会いますしかしその結局その犬も何やかんやあってホテルのフロントのおじさんに預けたまま復讐に没頭してシリーズが進んでしまいました <laughs> 1> 第一作で愛犬を殺された頃にはまあ復讐に走っても仕方ないよねと思えていたんですが新たな愛犬に出会った2以降からは「お前にはもう愛犬がいるだろう自宅が爆破されたぐらいなんだ」<laughs> 他人に犬を預けて非生産的な人殺しなんかしないで <laughs> え田舎にでも隠居して犬を可愛がれ犬に余生を捧げろといまいち主人公に乗れなくなってしまいましたでも犬からしてみれば抑えのきら効かないけ能な殺し屋に変われるよりいかにも優しそうなホテルのおじさんと一緒にいた方が幸せだと思うので結果オーライなのかもしれませんが。 でもな、いかにも優しそうなホテルのおじさんも死んじゃったしなそうなんですよね、うん、あれどうなったんだろうね犬ね <laughs> 出てこなくなっちゃったよな,なんかこう俳優さんも亡くなっちゃいましたよねどうなったかちょっとチャプター4の最後で、うん、あの犬はどうなったかっていうのをちょっとチャット欄で教えてくださいねどうなったんだろうった <laughs> どうなったんだろうね、うん、はい、ということでございますさあさあどんどんいきましょうね あ、いかん全然ちょっと関係ないですけど、はいはい、さっきコメントでいただいて、実はなんか今日の今日僕はメルマガの発行日なんですけど、はい、あの誤配ですかって、えちゃんと送ったよねと思って見たら、うん、メルマガってあのマグマグのやつなんだけど、うん、送った一部をチラ見せって言って、うん、その一部抜粋してあの取ってない人も見れるようにできるやつをそのまま送っちゃったポイントで、あの明日明日送り直します。すみませんでした。<laughs> はい、もうちょっとお待ちください。すみません。 あはジョンイックの犬はバーバリーキングってだからあのフィッシュバーンが引き取ったのね。そうなんだ。そうか。あはははいはいはいよかったよかった。よかったよかった。あのホームレスみたいな人。そうですね。よかったよかった。じゃあ大丈夫だ。でこれからあの犬が代わりにコンシェルジュやる。いいでってる人だよね。ワそうそう鳩飼ってる。鳩飼ってるっていうとなんだマイクタイソンかあとあれですよね。えっとあれニーズマケンジ。そう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 。ニーズマケンジです。はい。 ということでございますはいそれからどんどん行きます出た出たよバッカスよよバッカスこれね子犬時代もうちょっと大きくなっね大きくなったねねうんいたまらんですロッキーといえばやっぱバッカスかカメですよねカメねカオカフスリンクバッカスかカメかジョスピネルですね本当です忘れられないバッカスでございますどんどん行こうそれから 出た、監督の犬シリーズ。十三番、はいえー。鳥に髪を出演したヒッチコックの愛犬。可愛、うん、い,いですね。すこれは、何ですえー、っとね、テリアです、ね。テリア、うん。なんとかテリア。それから、アンビュランスに髪を出演した。 マイケルベイの愛犬ニトロ深井ナイトロですねナイ深井ナイトロ深井ちょっと日本名でニトロゼウスさんですねすごい名前絶対もうマイケルベイがつける名前ですね深井一緒にプールで遊んだりしてるよインスタとかで深井同じマスティフでバンブルビーくんも飼ってますよねあ口すごいいいですねそうそうそうなそう深井そうだから今回入ってないですけどだからそのジョージルーカスのね犬インディアナくん というのがありまして、確かにチューバッカーの元です。チューバッカーの元だしインディーナジョーンズの元なんで、あのスターウォーズとあのインディージョーンズシリーズはルーカスの犬からできました。なるほど。っていうね。ということですね。まあねイーボクだって犬そっくりだしね。監督の犬シリーズ。ちょっと掘ったらまだあるかもしれませんない。はい。本が出てそうね。そうですね。そうそうそう。はい。そしてこれだ。 これもテレビで見ていました。去年のダイナミック受講。ダイナミック受講。西村受講だよね。これさ、これさ、よく見るとさ、このダイナミック受講とさ、スリリングに甘辛しく迫る山根演出って合わなくない？合わないですね。映画の問題をコピーで全て語っているという。でもほら、この大来先生の映画ね、すべてはね、まああのダイナミック受講が大事っていうか事ってか大事受講はね素晴らしいですよ。 犬が好きすぎて人間が嫌いすぎる犬が好きすぎこれ <laughs> 子供小学生の時に夏休みにテレビでやってたの見てねなんかこんな面白い映画があるんだって思ったの <laughs> <laughs> 何が面白かったかあんまり覚えてないんだけど <laughs> はいいやほんとにね塾をね,講はねずっと集めてるんです今実は塾を<講>集めてるってことでもない、まあ、時々気が付いた時にか、えー、買い集めてるだけなんですけど西村塾、うん、何がありますここにこう。 いややいっいっぱい出てるすげえ出てる4050冊全然いくら買っても全然揃わない揃わないんで楽しく集めてるんですけどやっぱりあの基本的に人間嫌いで動物が好きっていうねバイオネスとか言われるけど単にこの人人間嫌いなだけだろうなるほど犬とね犬とねイルカイじゃないシャチシャチが好きなんだ海洋ものは全部シャチだしねあっ好みがはっきりしてますね いいいいいですすねととてもいいなと思います、うん、黄金の犬見てみましょう今見られるのかな、うんね、4K で出してほしいなはいそれから、えー、ターナーフーチー素敵な相棒これはね,れね<ー>いい映画でしたねブサイクルな子なんかねはいで何かこのほら同じ年に同じような映画ができる現象ってありますでしょボルケーノとダンティズ・ピークみたいなはい、はいうん あととはアルマゲドンンディープインパクトみたいなうん、うん、ターナーフーチーにはやっぱり同じ頃 K9 友情に輝こうしてこれもこのあとシリーズ化されて K911 とかっていうなんかねシリーズが出たりして全部見たなと思ってたらばまあリメイクというわけではないんですが今年になってまさかこのアーロン・エッカーと急に最近あのアクションついてる。 ね、これちょっとあれだよね、うん、あのなんだっけ、あのあのえー、とークワイガン人とかと一緒な感じするよね。ああ、確かに確かに、<の>リアムニーソン的な路線ですよね。いい年になってから、なぜかアクションに来てしまう。 で K9 LA 対象させんってどっかで聞いてんのタイトル二個一みたいになっちゃって本当だねはいでも洒落てますよだってこれ現代は混ぜるだからそのワンちゃんの鼻づらのとことあと中高をね掛け合わせて洒落てんのかっこいい洒落てんの洒落てんの洒落てんのかなこれちょっと見に行こうと思いますけどねこれこれからですよねこれからですこれからですはいなのでね見ようかなはい見てくださいね。 どんきますよババククスステテーールル懐かしいねこれねここの並びになってるのちょっとおかしくてバックステールめちゃくちゃブラックな映画ですから暗黒オムニバス映画で一つ一つの家をバックステールがだから台無しにしてもらわれていくっていう笑うセールスマンみたいな画だ恐ろしい映画ですよバックステール大好きなんだよこれなかなかいい映画ですね僕はすごい好きだしこの犬なかなか見ないんでブルテリア大フィーチャーされててよかったですねはい。 で、で全然違うのがベートーヴェンです。そうそうそう、まあ、だからバ、バ、ックステールは、いえ、破壊系でしょ。はい。 ベートーベンはもうやっぱこのベートーベンを中心にね本かみんなしちゃってねバックステールが破壊するか勝手に破壊しただから勝手に壊れちゃうんですよねでもベートーベンはそうですよねこれはねよかったなベートーベン大ヒットしましたすごいでもこれさ本当時代が変わるとあれですよねなんかこのベートーベンがいるから持つけどこのいけすかね白人の家族あって何とか思うもんねちょっとの見るとね92年ぐらいの感じにねいえばもいみたいなこっちは絶対共和党だろうみたいな そうそう見えちゃうでもはやね。なんだかんだお前。そうじね、ゲットアウトの実家みたいに見える。あ絶対そう。確かにね。これ笑顔が怪しいからな。そう言われるとベートーベンもなんかも屈辱みたいな声消しかけられるぞ。はい。それからはい二十一番アイアムレジェンドの犬。ああいいね。はい。 まあなんかやっぱこう対照的な二本が並ぶ傾向があります。並んで、適当に並んでるのかな。いや右側これマーリー世界一おバカな犬が教えてくれたことっていうのはこのフレンズの人とオーエンウィルソンの家にこのマーリーってワンちゃんが来てなんちゅうことない話なんですけどこれ見ちゃってね。可愛いな。なんか良さそうと犬が可愛いね。犬が可愛いから持つ映画っていう本当になんだこの映画とか思って。全犬可愛いじゃんこれ。オーエンウィルソンと犬って組み合わせがもうタブらんですね。 可愛いかける可愛い。そう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 。ジェニファーアニスト。ンジェニファーアニスト。ンだねこれレトリーバーですか。レトリーバー。バカな犬なんだよね。可愛い。可愛いですね。でもさ、世界一おバカな犬が教えてくれたことっていうのは、それよりバカってことないでしょ、この人たちは。そうだよね。まあ、それはもうなんとなく言えてみようか。一番愚かなのは人間なの。なるほど。間違いないです。いいね。はい。で、そんなアイアムレジェンドのワンちゃんに関しては、オートナインさん。はい。 えー、<laughs> アイアム・レジェンド主人公ウィル・スミス演じるロバート・ネビルと共に暮らす犬のサムこのサムが名演技犬なんです、はい、冒頭の鹿を捕まえられず野菜だけのご飯を与えられた時前足でしっかり野菜だけどかして食べるシーンや、うんえー、ダークシーカー過去ゾンビの巣に間違って入った時も <laughs>、えー、机の下で怯える表情などを映画の中でしっかり演技していることに驚きました。 えー、主人個人的に一番のシーンは戦艦の上でゴルフをしている主人公の横で休んでいる時に逃がした鹿を遠くに発見するシーンでちゃんと1回怪しいぞって表情から見つけたっていう感じのお芝居を、えー、しっかりしているのですうん、うん、訓練でここまでできるものなのかと驚きました、うん、その後このサムが感染してしまい亡くなってから話が展開するので改めて見ると犬映画だったんだなと思いました、うん、確かにな 見たけどなんかやっぱ犬で。デリスミスがうるさいからね。うんうん、そっかそうん、ね、でも犬痛いよね。犬いなくなっちゃってなんか辛い別かれになったから割ともう覚えてないですよ、うん、<laughs> まあそうね、うん。もういいや、犬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 がちょっといいやみたいな感じですな。<laughs> それから <laughs>、えー、でもさっきの本当に今犬でミッション上げてってコメントあるんですけど、なんで犬 犬デミショないアカデミショ動物部門ないですかね。まあパルムパルムドッグがあるからパルムドッグが。カンヌに出せばパルムドッグ。カンヌに出せばパルムドッグ。ンヌがそ気が効いてるな。やっぱアカデミ賞やっぱりねダメだもうな。犬は差別するからダメだ。犬とか猫とかね。そうですそいっぱい挙げてほしいはいそしてこれも良かったですね。犬は良かった。犬は。この犬は良かったですね。これね賢くてねずっと我慢して待ってんだよ。ね。 このワンちゃんはなんて犬種だったかしらね。ピットブル。ピットブルそうだ。高齢犬の裏でな。ピットブルも結構多いですよね。まあ絵に描けるような賢いのはあるね。やっぱりそっか使いやすいとかねいうことあるんでしょうね。可愛いな。そうです。よかった。よかった。よここだけまた見よう。ここはいいよね。パラパパパラパパパってね。裏裏裏裏ナズでね。よかったですね。 ええー、そして、えー、この辺のなんか子供映画シリーズ <laughs> エアバディってこれも見なぜかみたいなこれディズニーチャンネルかなんか見たんだよね,<ー>ねこれバスケットボールバスケットボールす,いいする犬、はい、なんかあってフランス映画でもあってよねバスケなんかありました、はい、なんだっけタトラスった右は僕が題名があまりの衝撃についビデオ買ってしまったという映画で<笑><笑>

あの動物が動物に乗るシリーズ結構好きでね、割となんかあの馬の背中に乗る猫とかね、あああるね、いいんですよね。あ,ねあとまあそれこそ犬の背中に乗る猫とかもいるしね。あのカバの歯に止まる小鳥とか。ああいいですね。チューバカの背中に乗るオオダとかね。<laughs> ねうんうん。いろいろあるね。チューバ。カバの歯をきれいにしてあげてるんでしょあれ鳥は。って言う意味ですよね。でも時々さ。

打って変わったまた二十七番怒りの群れこれ犬がいっぱい襲ってくるやつですよね。これ一匹じゃなくてね <laughs> <これ S 2> いっぱいいるんだ。<laughs> いっぱいいる。で, <laughs> でもしょうがないなもうそれ。まあだからでもまあ一応普通の犬そうですよ。普通のだからこれ普通の犬まあ普通の犬でいいのかなまあジャンルもまあそこもカテゴリーもまあ曖昧で曖昧。<laughs> ちょっとねちょっと混ざってます。<laughs> ちょっと怖い犬ですね。<laughs> はい うん、でも犬の群れに襲われて死ぬならそれは仕方がないっていう感じもしますね吸血の群れとどっちが嫌かそっちはカエルだから吸血の群れはカエルとかね吸血の群れの方がなんか死にがいがない感じがす死にがいはないですよこれはだってカエルが乗ってるだけなんだ吸血の群れってあれでしょうそのレインミランドがあのあれですよね などっかにでっかいカエルがゲイコゲって言っててそれ見て触死するんじゃん私はああそうそうなんかそのどこかでそんなわけいくらなんでも可愛いだけじゃんと思ったものですけどねいろんな人がいるんなそれねまあでも犬の方が犬猫の方が偉いということですねはいそれから大丈夫止まってない大丈夫 はいどんどんいきましょうコロンボの犬これはですからまあジョン・イッグの二代目犬もそうですけどセルピコの犬もそうだし名前がない犬っていうシリーズいますねそうだねコロンボの犬も名前ないつけてないんだよこれ名前ないんでしょコロンボはつけてないんだよね犬犬って言うんですない。これまた全然動かない犬なんですね持ち上げて運んでるじゃないですかコロンボが何もしないよね可愛いなぁ アイスクリームがね。そうそうそうはい。なんか今日止まったりする。あ、なんですかね、これは。あの、YouTube のせいですね。YouTube のせいだと思います。はい。ね、こんな止まるな。お、お、お。うちの神さんがね。名前な収集がつかね。もう一つリロードで改善しましたとのことです。はい。はい。大丈夫ですね。 バセットハウンドね、そうそう、お便りで結構、押井守監督作品のことについてもいろいろいただきまして、あの方も犬好きでしょ、あんたって、バセットハウンドですよね、特にね。飼ってんですよね、そうそう。リロードで戻るそうです、ちょっと一回、皆さんリロードでかけていただくと、ね治った、ありがとうございます。い それから刑事犬カールこれちょっとふじあげなんですいませんもう子供の時にですこれドラマですよドラマです毎週毎週ね再放送でもずっと見てました私ねカールそっかこれは何だコメットさんと同じ頃にやってんのかそうですこれは私とそうですねえ愛いですもうねもう涙なくしたら見られないなんで怖いの悲しい話 いやなんかそういうわけでもないんですけど頑張るよ頑張る犬が頑張る頑張ってるだけで映画じゃないドラマドラマ頑張るから泣けるんですねそんなに頑張らなくてもああ。そんな愚かな人間だよわかるなそうでしょ頑張ってる犬はね泣いちゃうんです泣いちゃうんですよいい頑張らないでいいんだ頑張らなくていいよしょうもないなんかさみたいなでもちょっと頑張ないそう。犬は頑張るのが楽しいからそうなんですそれがまたもうそれが切ないねうん。 役に立ったワンなんて言われてなんか、うん、尻尾なんかぶんぶんしちゃって。結構犬がメインのドラマってやっぱりワンちゃんなんとか配慮用意するのかな。まあおそらくは、ね、結構大変ですよね映画以上にきっとね。あ,あのあれの。 ないね、大草原の小さな家のラストのクレジットのとこは、一番末っ子やってる女の子とかが草原かけていくときに、犬もいなかった?。いたと思う。あの末っ子双子なんだよね。で、だから犬ももしかしたら二頭いたかもしれないです。わかんない。そうでしょう。やっぱ動物はやっぱり、あの、複数あるでしょう。子供が双子なのは、それ、時間がある。時間、時間がある。あるから。犬は多分あんまり制限ないんじゃない。あ疲れる。ひどいな。ひどい。そう、子供はね、あの制限がありますからね。働か、働かせられる。はい。 はい。それからはい、雨込み犬シリーズです。まあ普通の犬ね、まだね。アクアマンの犬。はい。アクアマン犬にいましたね。あんまり覚えてない。アクアマン犬。アクアマン犬の犬。あの東大東大に東大のそうそうそう。ムエラモリソンがそう飼ってましたね。それからえっとホークアイシリーズに出てきたラッキーピザドッグって。えー。 ね、固めが悪いんですけどねこれも賢い子でしたねでもピザは食べさせちゃいけませんよドッグにはいいですか塩分が俺はあのドラマにはもう声を大にしていい体を壊してしまうちゃんとディスクレーマーをつけといてほしいんですよ犬にピザを食べさせてはいけませんねっということですそれから32番「コスモ」「コスモ」「かわいいな」「ワイルドメイド」「超かわいいですね」 られちょっと普通犬なのかって思ったんですけどまあ一応元普通犬でねちょっと入れておきましたそうなんですこれなんか一作目から出てましたよね亀を的にねんかこんなにメインキャラクターになるとは思ってなかったんですけど大活躍してそうですよ一作目の時は興奮しましたし興奮したあっそうそううんまさかまさかのね み犬まだまだいますんで皆さんも探してみてくださいねそれから出た出たマイロくんマイロマイロかわいいかわいいなこれはビフォーアフターでどっちもかわいいですねマスクははっきり言って俺これ2回見に行ったんですけどマイロ見たくて行ったよめちゃくちゃ分かるはいマスクのマイロについては迫弘樹さん忘れられないワンちゃんの活躍といえばジム・キャリーのマスクに出てくる主人公の飼い犬です 内向的な主人公が序盤から心を通わすことのできる唯一の存在ですべてのシーンがお互い息の合った掛け合いの芝居をしており高校生の自分は笑うとともにすげえなと感心しました途中まさかのワンちゃんがマスクをかぶる展開も楽しかったですただこのメールを書いていって思い出すのは結局お色気ムンムンのためのケースですあれはたまらんかった犬も可愛かったです <laughs> なんだその最後取ってつけたような <laughs> マスクってだけどやっぱその情報過多な映画でしたねそう考えるとジム・キャリーがうるさいし犬かわいいし確かにおっしゃる通りキャメロン・ディアスの何のか黄金時代というか何ていうか黄金時代より前ですよね。 でやっぱ特撮も特撮もだしかもそれマスクはねちゃんとコミックの方は経緯の違うコミックなのになぜかテックスエフリーオマジュを全面でやるっていうちょっと狂った企画でうん。ね。私もかなり小さい時に割と感受性豊かな時に見たんでめちゃくちゃハマっましたね子供だったんでねそしてみんなツーでがっかりするっていうねなぜ作った今見てみたら発見はあるのかなマスクって3号マスクね はいということでございます。はいそしてデタ、出た、ワンワン、三十四匹目で百一匹プラスっていうもう結構おこしです。これで、これワンオワンなんてさ、題名にワンが二つ入ってんのはね。ああ確かにそうだよ。ちょっとオリジナルもちょっとさせておきます。可愛いなボリューム。これ結構実はディズニー長編アニメ史上かなり重要な作品なんで良かった皆さん、ディズニープラスとかで改めて見てほしいんですけど。はい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 。これだから ちょっとと話すと初めて「ゼロックス」がですね使われたあのアニメーションでして要はこの鉛筆で描いた線のスケッチをそのままこうセルに転写してなのでちょっと線がこうなんていうかそれまではあのこ改めてペンでこう整えて描いた線でアニメーションを作ってたのがもうスケッチみたいなイラストのまんまに目にするっていう手法を取り入れたんですけどこれもともと予算削減で生まれた でしてしこの一個前が、まあ「眠れる森の美女」なんですけど「はい、眠れる森の美女」私は多分ディズニーアニメ史上で最も美しい美術のアニメだと思ってるんですけど、まあ、めちゃくちゃ予算がかかって、うん、アニメ部門閉じるかみたいな話になってたところああのゼロックスを使ったらそのインクに移す作業その線画を改めて描く作業を全部省けるから。はい 予算がかなり削減できるんで、それでやりましょうということで。作ったんですけど、えー、まあ表現としても、だから新しい。だからその稜線が。そう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 。かいいですよね。すごくねだからジャングルブックとか見ると、すごいよくわかる。鉛筆の線が動いてるんだなっていうのはね。んなんでね、ちょっと両方ね、ディズニープラスとかで、うん、あの両方こうなんですよ、比較して眠れる森の美女から。 ワンちゃんどういう変化があったかっていうのをオープニングだけでもめちゃくちゃ分かりやすいんで見てみただけれもあれですかアメコミ的に言うとインカーがリストラされてしまったとかまあでもアニメーターはね結局アニメーターが核なんでそのどうなのかなり予算は削減されたとあっいやいやインカーがあってアメコミではインカーの方が偉い人なんで基本的にはかあそっかそっか。 あいや偉いまあ、ペンシ,ャル,のペンシャルの方が偉いんですけどま、うん、まあその、まあ、キーになりますよねでもやっぱ結構このアニメーションのワンちゃんとか、まあ、見るとその生き物の生き物らしさっていうのは結局デザインよりも動きなのかなってやっぱっまあそううでしょうねどう動くかとかねその辺のちょっと観察力が半端ないんで。 でも「ワン1マンの時もこれだから CG だからアニメーションなんね CG だけではなくてこれは大量の犬を使いつつアニマトリニクスも導入しつつ CGI も使っててまあそのわせででやってるんすよねだけどまあはっきり言ってどれがどれだか全然分かんないもんメイキング見てえっっていうそういう時代に突入してましたね。 まあだけど「1 0匹ワンちゃん」しっかりそのディズニーのこの頃の人たちってみんなものすごいその観察と写生をしてってやったわけでしょどの映画においてもね。今でもそうじゃないの、まあ、あとその実際にだからこう俳優の人に動いてもらって写してそれをもとにとか。 まあ、ロットスコープとは別に参考にしてデフォルメかけてっていうのをやったりとか、うんまあ、あとはその外国に行ってスケッチをいっぱいして帰ったりとか、うん、そういう予算はだからバリバリ使うっていうのはいい会社だなと思うけどいい会社ですねよし見てくれみんな見てくれ、うん、ということを念頭にまた見直してくださいね、うん、はいそしてはい35番は,はいまあね <laughs> すごい。 このこのメイアンって感じですけどね。<laughs> まあね、トトちゃんは最高ですよね。トトはだってあのあのウィズの方でもね、トトが可愛い。うん、あのダイアのロスの方ね。うん、エルバイラの犬はエルバイラね。まあエルバイラこれ映画版のエルバイラですけどね。映画版のエルバイラの犬も。 トトちゃんのお墓に行きましたよねトトちゃんのお墓あったねハリウッドポイバ墓地にありますはい。あのねジョイラムの墓の隣からあるんですよねわりと近くにトトちゃんのこう銅像があってそう大スターですさすがだまあ大スターですね大スター中の大スターですよね犬といえば映画の犬といえば絶対に上がってくるお方ですよねははい。い。 まだ36頭目ですか37番「キャッツドッグズ」出た CG 犬猫シリーズこのこの頃だからまあワンオンワンとかねその辺から出て「動物行けんじゃん」っていうその動物行けんじゃんになって最初のきっかけ十万字ですけどもあのこの頃は毛の表現ができるようになったってこともあってキャッツドッグススクービーズなどなどまあ、それからそのもちろんあれとかねあの えー、フリント・ストーンの「まあ、ダイノ」とかいろんな動物が CG 動物出てきて大体全部好きなんですけど、あのー、まあ「キャッツドッグス」はねなんか犬と猫がなんかすごいハイテクメーカーでスパイ合戦やるっていう映画でそれもまあ異常に可愛かったしスクービードゥはねだってもう最高じゃないですか、はい、あ漫画も最高だししかもこれはジェームズ・ガンダムねスクービードゥもねだからそのあのハンナ・バーベンのあれがあるから どうかなと思って見に行ったら結構すごいまんまだなこれっていう前になっててよかったですよね。はいっていうようなことがありました。いいですよ。はいはい。また打って変わったのは三十九番、三十四十番はいデビッドリンチの犬ですね。はいはい。はいはい。チの犬。はい。まずブルーベレベット。吹きつね吹きつね臭いしかしない。オープニングのお父さんが心臓発作で倒れたとに持ってたホースにから出る水に しつこく飲もうとする。まあここのこのオープニングはちょっと100点と言って思いますけども、それからアトレデスケのパグですね。この学生でもパグはパグなんだ。パグはパグです。え遠い未来だと思うんですけど。これね、オープニングはいる。オープニングから最後までちゃんと出てます。ラストシーンも出てるんで、アトレデスケのパグはねやっぱり大事なポイントなんですけど、まあビルヌブ番組はパグ。パグいないね。そうなんだろ。 じゃあまあちょっと減点だな大きく限定と言わざるをえまいはいそんなリンチの犬については i p h o n さんから、は。い えー、えー、リンチ作品出てくる馬鹿な犬が好きです。<laughs> はいはい、ブルーベルウエットの主人が倒れたのを放って、ホースの水に放り続ける犬。<laughs> はいえー、ワイルドアットハートの暴力現場に走り込んできて、手首を加えて走り去る犬など。<laughs> それはね、別のコーナーでありますよ。はい。はい。大した内面はない存在としての犬の描き方がおかしくて好きです。<laughs> ジャックは一体何をしたはい、はい、での猿の表情にセリフをかぶせると。<laughs> <laughs> 内面があるるように見えるでも本当はないというおかしさも人間のような心のあるものとして扱われがちな動物の内面というものをないがしろに扱う姿勢に見識を感じましたって <laughs> <laughs> そういうことなのかな。いいやまあ普通に可愛んかでもこのねお,おはがきお、うん、メールを読んですごい一個、はい、あーって思い出したのが。うん マルジャンサトラピ監督の「ハッピーボイスキラー」っていう映画があってあれ私めちゃくちゃ好きなんですよ、うん、好きなのに忘れててあれだからこう「ペルセポリス」のそそそうそうそうの人そうペルセポリスの人なんだけどあのだからライアン・レーノルズがそうかデッドプールが出てたのかそうそうそう主人公で。はい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  まあ彼はちょっとこうなんていうか変わった人なんですよね、うん、でこう人をちょっとやっちゃったりするんですけど、うん、あの犬と猫をこう飼ってて 2>,、はい、まあ 2, 2頭と1人で暮らしてるんですけどこう犬と猫と常にこう会話っていうか犬とか猫が喋ってるってと思いながら生活してるん、はい、ですよねだから現代は頭の中にこえる声の話なんで、うん。うん だから、なんか、やっぱ勝手にどう喋ってるかっていうのを考えながら。こう、勝ってるのがおかしい主人公なんだけど、割と大なり小なり。やっぱ、動物とふれあうきって、ちょっとそういうとこあるじゃないですか。百パーセント勝手にね。勝手にね。そうでしょう。そうです。だから、なんか、映画で見てると、ちょっとやばいやつだから、うん、まあ、そのキャラクターがね、やばいなとか思うんだけど。そう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 。って思っちゃうんだよね。うん。そうだと思います。うん あリンチはねあとあれがありますけどねあのエレファントマンでねロンドンの路地裏をこうは犬がは歩いていくすごい美しいショットがありますけどもねあまあやっぱり犬とかっていうのはうまく使うといいアクセントになるっていうことはまあ確実にあるだからそのメインで使わなくてもねそうですよそうですよそだから、えー、41番。 少年と犬出ました。タイトルに犬入ってるもん。名古屋の犬か少年と犬かどっちか少年とれ犬か最高じゃないですかね。少年は犬愛するものね。そうです。これだからイメージでも無犬じゃなかったんだよな。原作原作なんだっけ。分かんないです。原作書いてなかった。無犬じゃなかったんです。いや無犬イメージじゃなかったなんかでも見ちゃうとけえそうなんだって思ったんだよね。映画見ちゃうとこっちだなって感じになっちゃう。確かにね。いい映画ですね。でも確かにこんな砂漠みたいなところでこの毛がね、なんか大変なことになりそうですよね。なんかね。 はいからの羊震ですって言うとワッファロビルの犬なんですね。ワッファロビルなんだっけ？ワッファロビルの犬で、あのこれ犬自身されちゃうんでしょ？そうそうそうプレシャスプレシャスプレシャスね。おやつがあるわよ。愛しと。そうそうそうプレシャスプレシャス騙されちゃってな。そうフライドチキンの骨でね捕られてねキャンキャンなんて。ワッファロビルがもうぶち切れてましたね。気持ちはわかる。うん。 うちの犬ちゃんがそこだけはわかるけどそれ以外はわかりませんよはいはいはいしくなってきたなあストーカーアルコフスキーの犬犬まあ犬だとちょっと象徴っぽくなりますよね急になんかインテリっていうか犬もなんかインテリっぽい顔に特にストーカーの犬がね特にねはいはいあのゾーンの中を自由自在に歩ける犬犬は歩けるっていうね 何かのちょっとなんか象徴性がありそうなあこのノスタルジアの犬もなんかい歩いてる瞬間途中でなんかいつの間にかずっと横に現れてずっとついてくるっていうね、はい、最後までね。

ラムドックスこれはなんだっけあの捨てられたあの犬がご主人に復讐に来るっていうご主人ってかバカヤローに救うそうだねこれ俺見ようと思って予告見て絶対行くとか言って行ってなかったもう公開しちゃったんですかこれやってた去年アラモあ絶対行こうと思ったのあらラモそう絶対行こうとこれ絶対面白いやつだったねめちゃめちゃ面白い本当ですか見んな結婚なんかこの復がめちゃくちゃ豪華ですよねそう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 なんかね豪華俳優陣途中にさ途中に なんかあのナレーション犬って言ってあの <laughs> 僕の「ワンダフル・ライフ」みたいな犬が出てくるんでナレーション犬が出てきてずっとこのこの今の状況は何とかでって全部一人でナレーションしてる、うんて何の犬ーニはって言ってるんだけどんだっけステートフェアかなんかで、はい、女の子をナンパしてる人の犬なんだけど <laughs> こいつは実はこいつは実は殺連続殺人鬼で家にいっぱい犬が死体が埋まってるんだって <laughs> ずっとナレーションで僕がそれを言っても。 彼女には伝わらないんだよねとかずっとナレーションしているという,う,うブラックなシーンがありまして廃品にもあるもうすぐ見よう帰ってみようこれ、うん、2回かぼーっとしてた、うんはい、そして、えー、野生の呼び声あこれがだからちょっとお聞きしてもらっていいですか、えー

メイキングがいろいろ面白いんだの変な、なんで。あ、ちょっとメイキング気になるな、それ。アリサンフォードも C. G. かなって。こうなってくるとね。よくできてますよね。そうですか分かんないからね、ないね。分からん。はい、四十七番。いいのが出ましたね。 トッド・ソロンズの子犬物語っていうこのなんかもうもうトッドさんてかさトド・ソロンズって本当すごいよねだって監督の名前ヒッチコックとかさそういう人ですよ普通はでもこれトッド・ソロンズの子犬物語ってつけとかないと間違って見に行く人がいるからねそうですよあ子犬可愛いとか思って見に行くとねトッド・ソロンズのですよいい大丈夫ですかトッド・ソロンズですよちょっとお待ちください犬好き注意ですよねここにここねトッド・ソロンズって全然ねもう注意しかないので 好きな人はちょっと気をつけてくださいね。はい。そして四十八丁目。はい。はい。これパルムドッグね。はい。パあのう、イカデミー賞ンの来てましたね。ああ。あ来て。そうですね。すごい賢い。はい。賢いスヌープ君。スノープね。えっとメッシ。メッシ君。メちょっとそうそうそうなんですよ。ちょっと待ってくださいね。えっとね新基軸があるんだ。何？あのちょっと待って出た。はい。 映画ニュースのコーナーです。映画ニュースのコーナー。カデミー受賞式に、このメッシ君が来てたと。なんと。これ人が入ってんじゃないの。<laughs> <で>中には、これメッシ君は生ん、ね。メッシは生、ね。なんですけど、この手前に手が見えてるんですけど。うん、これはあの座席の下で、うん、このメッシ君の作り物の手を持ったおじさんが。 拍手してんの。下に隠れて拍手してたっていう。こんなことしてんだ。まあ今年のアカデミー賞の唯一明るいニュース。はい。っていうことですね。あとはろくなことございませんでしたっていうこと。ネクタイしてますね。ジョン・ウォーターズがスコセッと写真撮って手をあそうね。だからその二つだけです。今年良かったのはあとメッシ君可愛いねじゃねえんだよって賞をやれよ。どうです。 アホかってことでございます。うん、あの私からはあのアカデミー賞については申し上げることはそれだけで、<laughs> はい、と <laughs> いうことでございました。はいうん、それから、ああ犬はうたわはいもう辛い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 このイライフはズロックも辛い。はい。まあどちらも同じ話っていうかそういうことですね。はい、宇宙に行った宇宙に行った可愛そうな犬シリーズっていうの、ね、はね辛い辛い。うん もってますけどねあこのワンちゃんたちが後にそのあれですねあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにコスモとなって出てくるてことでございますな。で、うんうん、まあそういうこ、ね、ちょっと元気な時しか見られない、ね、見られな,いなあこりゃあね,ね本当にね、うん、HP とね MP をもザクザク削ってくる <laughs>、はい、ということでございます。 えーはい、そしてカナテンさんです、はい、犬映画、えー、アルゼンチンの映画「ボンボン」はい家も仕事も失った中年男性がボンボンという白い大型の、えー、犬をもらうことになります、うん、お金もないのにこんな大きな犬と困っていたんですがその犬が珍しい犬種だったと判明するとこの犬を元手にブリーダーとして生きていけば一発逆転ともくろみましたが一向に交尾をしたがらないので困ったという話でした <laughs> とと書いいてまますがほとんど思い出せず検索に頼りました何しろ覚えているのはクライマックスに「さあ感動しなさい」とばかりに壮大な音楽が流れているんですがそこに映っているのは交尾をする大型犬とその光景を嬉しそうに見ている大型犬だっけ面白そう見ているこっちはどう感じろというのか、えー、困惑したまま映画が終わりました。<laughs> えー、今回のテーマで思い出そうとしても検索ワードが「犬」「<laughs> 映画」「交尾」だけで延々と探してようやく出てきたあらすじを読んでそういえばそんな話だったとだんだん思い出しました。へー 本当はスヌーピーの映画の話とかチャーリー・ブラウンの声が谷系ルーシーの声がうつみみだったとかそんな話を聞きたかったんですが犬のコービ映画が頭にこびりついてしまったのでこっちにしましたっていうボンボンこれがボンボンかわいいじゃんかわいいこのボンボンのコービシーンで終わるな割と最近の映画なんですねねちょっとノーマークでこれ見てみようでもこれだから監督のその作戦大成功ってことですよね頭にこびりついてしまうぐらいの犬映画コーうん。 ね、ボンボン、ボンボンって名前もいいしね、なんか。ねこれ、アルゼンチンの映画だそうです。皆さん見て、見てくださいね。クライマックスで交尾。今、今見れるんですか。どうなんでしょうね。ちょっとどっかで見られるといいんだけど。はい、頑張ろう。そして、これだなんか、だんだんきな臭くなってきた。ああ、骨子物語だけど。犬も出てる。犬は相棒なんだよね。猫のね。チャトランの。チャトランの。犬の、犬。 犬は何匹犬は何て名前なんでもまあ犬はかされなないんだっけ犬の名前あるんだよ。ははちょっとランとかです。違う。そんなことはね。犬は名前なかったら嫌ですよね。名前名前ないんですよ。はい。死にモデ犬も出ます。で、えっと、南極物語はまたこれあの。太郎と郎。太郎次郎ね。南極に放置された。大体ここら辺から日本映画の。 ひどい,い犬映画が出てくるんですけど大体私が担当なんですよね、犬、はい、プロテーション担当です大体ね、人間の飼い方が悪い、あ<ー>もう見るとね、人間への怒りしか湧いてこない、あの人間は死ね犬は生きろっていう感じで、ね、南極大会も本当にねあの、本当にひどいひどい。ひどい んじゃないバカ野郎って本当ですよ連れて帰れ物語のコピーがだってどうして見捨てたのですかなぜ犬たちを連れてって帰ってくれなかったのですかそうだよ本当だよ答えろまあしかしもう大ヒットでしょ南極物語ってちょっと僕見たことないんであそうこれ質問なんですけど何で置いてくんですか連れて帰犬 なんかあれすごい天候が厳しくなっちゃったとこでしたっけあれっていやなんかちょっと最初からそんなわけでもないよねくじ引きで一人減らすとかそういうこといや時はいや何かね絶対ほかに置いて帰るやついるでしょなんか変なおっさんとかねえうん最初からだから帰ってくるつもりなんだ急に避難することになったからんか乗せられなかったからえんかそんなってんだけどんか嘘つわけじゃなかったそれで日本の越冬技術が足りず助けにいけないことないでもそれも何かいまいち分からへな ウ嘘だと思うんだよね、本当は多分。ねえ、荷物多かったとかじゃなくて、いずれにしても、まあ、じゃあ、冷たい方程式みたいな話じゃないんだから、ねえ、本当に。おっさん置いてこいよそうです、くじ引きという人間をね、太郎と次郎とおっさん置いてってね、で、その二人がこう、南極でっていう話なら、多分、誰も見に行かないなるほどはいそれから ほう、はい、これはね、忘れてましたね。まあ、じゃ、ええ、八房ね。はい。これはあの、じゅ、今日か映画ですからね。十巻映画じゃねえよ。これは人形劇ですね。はい、新発見では、人形、まあ、ていうかね、里見発見伝があるよね、っていう話になって。八房ね、でも、それがあるなら、やっぱり新発見伝のような思いまして。ええ。新発見伝入れさせていただきました。なるほど。 これはもうあのわえ辻村深雪ね人形をねもう忘れられないですね。人形見に行ったことあります。子供の頃は一番これは見てました。なるほど。発見でまタイトルに足っぽいテクシャの人形作る人でしょ。そうっぽくない。ああそうチリメンの。チリメンか。そうそう。タイトルに犬って入ってますから。 そうそうです。坂本龍のナレーション。そうそう。いいですね。今どうやって見るんだこれ。今見れないんじゃないね。N.H.K. のなんかオンデマンドとか見られない。ああ。いやえっとねえってないでしょ。素材が残ってない。残ってないと思う。多分。うん。あれはいいかん。ほとんどない。なんか何話か何話か何話かその撮ってる人がいて自宅で。ああ。何話かは残ってるんですけど。なるあと最終回残ってるね。うん。要するにずっと。

これな、この予告編を異常に見た映画です。マリリンに会えて当時、はい。マリリンってのも犬なんでしょ？マリリンが犬、あマリリンが犬のね。あので安田成美はおまけですから、絶対にいないんで安田ナルミは。あそうなんですね。実話ですよ実話ですよ。まあね本当にあのなんだっけ？猫は家に着く日。 犬は人につくっていう、逆かな、そう、犬は人につく。のだから、引っ越したり、なんだりしても、なんか、わーっと追っかけてきて。ついてくるっていうね。っていう、また、その、泣ける話がね。あの、わ、わさおも、これ、実は、わさお、実際の犬なんですけど。これはね、これも、えっと、なんか、東京まで、まさに、その、家に着く、話人につく話で。なんか、東京まで行っちゃ、捨てられちゃうんだけど、なんか、その、青森だったかな、かどっかの、少年のところに帰ってくる。

誰、で、どれ、誰かがね、確か傷あったけど、銀じゃなかったと思うな。でも、めちゃくちゃ辛い特訓してましたよね。漫画、いや、漫画で。いろいろ混ざっちゃった。いや、そう、そう、銀、銀が入れたかったんですけど、あれは、えっと、映画がない。映画がない。テレビアニメしかないんでね、残念ながらね。でも、それ、でも、銀がすごい、最初の頃、最初の部分とか、本当になか、めちゃくちゃハードな。 そうだよ話でそうだよもうめちゃくちゃ嫌いになるもおじさんとかお兄みたいなおじさんなんだまたぎのおじさんがねめちゃくちゃ嫌な話だなと思ったけどだんだん犬だけになってくると人間が減ってね人間はよくないって人間はねあれは書いてる作者もアシスタントも犬だからっていうそうなの それでね和佐夫のね内面をすべて薬師丸ひろ子が語るんですよ。やっぱり彼女はじゃねだから八軒麗で犬と通じ合ってるちゃんんちゃっってて俺ののイメージいう話ですねよ。

えっと、ひまわりと子犬の7日間っていうのは、はい、なんかその、えー、犬,犬の保護施設というか、まあ、要はその保健所に連れ込まれて、はい、7日間で引き取り手が見つからなかったら、はい、殺処分、えーえー、っていうので、うん、をなんとか泣き落としで何日間も,も持たせて、この子犬を助けてあげようとか言って、うん、頑張る男の子の話。引引きき取取ららなないいんですか自分は引き取らない まあ、そうはなんとかなる、最後はなんとかなる、大丈夫。で、ノーボイスっていうのは、これ、吉木君に確か教えてもらったんですけど。え覚えてないでしょなんか、実際の実写と、えっと。劇映画と両方で、まあ、要するに、これも犬の。ドラマ。よってちゃいけませんよみたいな。ものすごく、そのドラマの方が、本当にひどくて。あの、ものすごくやる気のない男が。あの、最初、人の、人の家の犬を、なんか、あの、拾ってきて。あの。 ペッットショプに売りつけようとポメラニアンとか売りつけようとするんだけどそんなどこから来たものか分からないしそんなもん買えないよって言われてしょうがねえなってポイトしててポイトしていくんでなんだこいつはって言って怒るんですけどそいつがなぜかそこでアルバイトをすることになって犬の命の大切さを学ぶという話。でこの「駅までの道を教えて」っていうのはこれが実は一番恐ろしい映画で「これ伊集院静岡」原作なんですよね。 映、ねえー、ってるか女の子いるじゃん、ちっちゃい子、犬だけ合ってる、る、はいはい、彼女はその犬を、ね、<laughs> 亡くしちゃうんですよ、亡くしちゃうっていうか、はい、どう見ても親があの保健所に連れてっちゃったとしか思えない描写なんですけど、<laughs> どまあ、愛,愛してる犬をね、うんで、ずっと寂しく、もう一人、心折れちゃって、うん、あのエア散歩、あ<ー>犬と散歩してるつもりって、犬を連れて散歩してるつもりで、ずっと毎日あの、家の周りを歩いてるわけ。うん、あの 手品グッズで透明のの首輪ってありますねそういう感じですかねそういう感じそういう感じなるほどそれをやってるとそこでそこでたまたまそのまフラフラと歩いてきた犬と会ってその犬に導かれるようにして喫茶店をやってるおじいさんとこに行くんですよそのおじいさんっていうのは息子を亡くしちゃって息子とエアキャッチボールをしてるエアキャッチボールをしてるおじいさんとエア散歩している娘とが出会うって っていう話マジで？<や>本当。ワイライトゾーンの一話みたいな。<laughs> それは本地獄か <laughs> この世界はと思っそれは本当にだってなんか異次元に入り込んだみたいな。最後は異次元に入り込んじゃうんですけどね。<laughs> えでそれを。 撮ってるつもりの監督がいたりしてるから <laughs> <laughs>。いやいやいや。恐ろしいですね。恐ろしいんですよ。現実。怖い。伊集院静香の珠玉の名作だそうです、ね。怖いです。えー、駅までの道を教えてる。すぐそこだよま、まあ。まあ、あの壁打ちじゃなくて、さ、だからシャドーピッチングだよね。<laughs> <ー> <laughs> いえすごいなんですよもう、ええ、り犬部もも、ね、は何だっけあのね、えっと、これ北里大学の、はい、えっと竜医、えー、学部からのに犬部っていうのあってまあそこはえっとねこれ,これ原作はね、えっと、タッカーのさんってのあのノンフィクション作家の人いるじゃないですか。 あのソマリランドのはい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 いろんなとこ行ってねあの,<ー>あ,のあの奥さんが書いてる本<ー>で<犬>まあそのえまあ犬をまあそうやってその殺処分とかされる犬を救おうん、っていうね、うん、あの高めなあの活動をしてたんですけどなんか高めな活動してるのはいいんですけど映画にするとなんかその 犬がどんどん殺されることに病んでいくし、どんどん病んでいく主人公とかで、<ー>であのなんかしまいに自分でこんな注射俺に打つとか言って打とうとして、<え>やめろやめろと止められたりとかするっていうす,、ね、ああすごいな大変なことになってる。これは想像ができない。すごい結構ハードコア。ハードコア、ねね、このポスターでそれ見てたらちょっとトラウマになりそうですね。<笑><笑>はい。でやっぱトッド・スロンズの手つけとこないトッ <laughs> 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 ド・スロンズの犬部みたいな。トッ <laughs> ド・スロンズの犬部 <laughs> <laughs> ハウはね、これはね、これもなんか、えっとこれはこれもなんかひどい話で、この犬ってね、ハウって、なんでハウっていうかっていうと、舌切られてるんですよ。えー、もう嫌だ。生体殺到され、要するに泣かないように、そういうことをする人いるんですね。許されないいと思まですねだからちゃんと声が出ないんで、ハウハウ言うって言うんで、ハウっていう名前つけられるんですけど。 そのハウを、ね、飼ってるやつがいて、はい、そいつは川崎からどっかにいるん,んで、うん、一軒家に住んでで,、まあ、でかい犬なんですけどであのー、なんだろうえっ、ー、と普通に、えーあのー、リースもつけないで、はい、ボール投げたりとか,とか遊んでるわけですよ、ね。ど、うん、ってくんさせてっていうのねドッグランでもないのにノートしてると危ないそうと思ったらポーンと投げたボールがポンポンポーンって何ていうか知らんけどそのあの階段の上で。ああ 今日をやっててて、間を打ってポンと落ちてって、転がってって、犬がずっと追いかけていきます、そのポーンといったボールが、たまたまそこに空いていたトラックの荷台から奥い入る、その犬が、ハウがそのまま追いかけて、トラックの荷台に入る、はい、しまった、はい、いったって言って、気が付いたら、青森県青森県からハウが帰ってくるまでの話どうやって生かせるかをすぐ頑張って考えたって感じがしますけどね。 すごいなちょっと待てよと思いましたけどねこんな映画のコピーがずっと一緒だと思ってたいやだからさうっかりしてんじゃねえよこれねこれすごいうっかりしてる話で最初にそこで出てってハウが帰ってくるの映画の最後なんでほとんどの映画の間のほとんど二人は全然合わない主人公とハウとは逆はそうって書いて最後は別れて終わりですからねもうひどい話別れて終わり まああのオちは言わないけど、大したオちじゃないので、いろいろあるなぁ。で、えっとバスカービル家の犬は。いやいや、じゃあ、バスカービル家の犬はさ、あのもう犬小説の古典中の古典ですよね、ダルコームスのね。で、あれはその犬に、えっと稽光塗料かなんか塗って、そのの鬼あ地獄の犬みたいな、秋のような犬を見てっていうやつなんですけど、この。 ここれなんかなんんかテレビシリーズの、えー、犬あの劇場版なんですよ。劇場版、うん、でなんでどうなってんのかなと思ったら日本でね、うん、バスカビル家の犬どうすんのと思ったらなんとこれは犬じゃなくてあのド,ローンドローンに毛皮をかぶせたのを柱飛ばプルプル飛ばせてそれで人をびっくりさせて。 っていう話で犬じゃね犬じゃない犬じゃないじゃないかなるほどこれ犬映画じゃないじゃんまあいいじゃんまあバスカルビリー犬一本ぐらい入れとかレッドとなるほどバスカァビル家の毛が生えたドローンっていう映画ですねそうですねそうですすごいびっくりした犬ってとこがミソなのにねそうなんですよすごいですねでもそのでもそのくせね靴盗んだりするんでね何の意味があるんだよ靴とかドローンが いやだからバスカービルケにいと覚えてることわかんないんですけどあれ最初に靴をぬす脱せやすいの靴に匂いをつけさせ覚えさせるっていう技があるんですけど必要ないのになぜか泥に匂いを覚えさせてどうするつもりなんだよと思いましたねミスリードだったんですけどそれはねいやすごい世界だな国産犬映画の世界ってちょっとやばいなやばいですねね はい、まだ続きますよ。です犬映画と聞いてとっさに思い出したのはタイトルに「ドッグ」って入ってるのに全然犬出てこないじゃんと思いきや、うん、最後に白線だった犬が絶対を実態を得て出て出きますそうじゃなくても獣みたいな人間がたくさん出てくるので犬映画と呼んで差し支えないでしょう。<laughs> うん 動物は誰かが調教してあげないと大変なことになってしまいますね。ワンワンだ。ワンワン。ワンワンじゃないよ。<laughs> うん、ワンワン。でもドッグビルはだってなんかその犬だけでしょ最後なんかね。よかったね。うんうん、犬だけ助かったみたいな感じですそうそう。ちゃんちゃんみたいな。いな <laughs> 大体ラストスみたないよちゃんちゃんと終わるからね。<laughs> ねそこがいいんだよね。<laughs> うんはい ということでございます。ここまでだから、普通券のコーナー。普通券のコーナーがやっと終わりか。やっと終わった。どんどん。どんどんいくぞ。ギアを上げていくぞ。その二、ホラー犬。ホラー犬。はい。ホラー犬。駆け足で行きますか。本当、そう。はい、九条。来ました。九条。はい。ね、もう説明必要ないですね。ほえ。怖すぎ。これも人間の入った着ぐるみも併用して。はい。これ。ね。はい。九条です。はい。はい。 はい、テラドッグテラドッいえいえかっこいいドッグだろこれはだってもう2体2頭ついでね,、うん、ねえいいですねこれはランディ・クックという人がアニメートしていてはい、はい、よかったねあのストップモーションやってる途中で飯食いに行って帰ってきたら地震があって机の下に落ちていたもう締め切りまで時間がないしかし完全に覚えてるので大体この辺だろうって乗っけて、うん、ストップモーションの続きを取ったら全くつながっていたという伝説のアニメです、ね、あの道を横切るシーンですねはい、うん というテラートークですね。はい素晴らしい。まあ、やっぱり犬といえば。ことですね。はい。この映画もだって犬から始まります。あ、そしてドッグシング。はい。次は。あ、そうそう、これこれ。ドッグシング。いう正解のブッテックスね。うん。これはね、あの、可愛いなと思って、時にバってなるからびっくりですよね。はい。うん、まあ、そん、そういう、見てられない。 んか最初だってノルウェー語かなんかで「それは犬じゃない」とか言ってるんでしょそうですね。かわいいななんていいのをとうとすんじゃないよなんて思ってたらみんな死んでしまいました。しょうがないい犬可愛か しょうがないです。そうね、本当の南極物語はこっちだ。そうだと思います。か隠るべし。これ右はこれフィギュアですね。そうそ失礼しました。そして半分犬。これこれ好きなんだよ。半分犬いいですよね。これあのえっとなバタリアのガスをあのなんですかあれ不活素ガス。ガスです。不活素ガスかかったんで標本になってるあの半分になってるなんでその標本なんで半分になったもの標本ってあるのかよくわかんないいやこれだから模型じゃなくてこれ標本あの白製なんですよねこれ半分な ど,ど,どうゆうこっちゃうどう。まあ半分なのにいきなりこうピクピク動き出すというねかわいいか素晴らしいそれ引っ張ったりキャンキャン言うんですよかわいそうにその時でしかもその時に壁にかけてある標本のちょうちょがねパタパタ動き始めているあれも大好きあれはねすごくよくできた復活シーンだと思うんですね、はい、これもう半分どっかにないんですかね <laughs> もう半分はだから合わせて確かにね走り出すかもしれないなんでそしてやらないんだ、はい、うん、うん ははいドドドララララキキュュゾルタンまたはドッグドラキュラですかこれはれあれなんだよね、あの犬がご主人様を、はい、ご,ご主人様になってくれって言って、よくわかんない、ドラキュラの子孫がアメリカにいて、うんうん、そこに来て、ちょっとご主人様になってもらえませんかっていう、はい、いい犬なんですよ、これ。えーうん ここれなななんんか有名だけ見たとくてすごい最後かわいそうだったなんか対峙されるとか言ってさイ打たれたりするの見てられないそれは犬にそれはちょっとない犬はないですはいそして人類が滅びたそれでいい はい、ガバリンツタイムトラブラーのイモムシ犬。これ可愛いんですよね、イモムシ犬。可愛いな。これ、あの異次元におります。はい。ガバリンツ意外と、あの特撮も派手で面白いんですけど。あの、一作目で面白いんじゃないかなツーの方が。と思いますね。はい。またもみられて、可愛いよね。犬っぽい。はい。という。人面犬シリーズ。人面犬シリーズ出まえっと、こっちはね、左が、えっと、エルムガの悪夢ツーですね。うん。エルムガの悪夢ツーはね、あの、意外と、見ると、面白いんですけども。 あのー、男子シャワー室でなんか無知で先生に背中を引っ張ったかれるシーンばっかりがみんな印象に残ってしまいあまりよく評価されてないんですけども、うん、今見直すと面白いですね。面白いねこれには、ね、この人面剣が出てきます<ー>、はい、でこれが結構不気味で嫌だったんですけどこれはもちろん元ネタはこっちの。 ボディスナッチャー、ボディスナッチャーの人面犬ですね。ドナルドサザーランドの顔してる。ワイヤーぽいよ。ワイヤーぽいよ。学校の階段の映画でもありましたよね。人面犬ね。人面犬は一時期ね、日本でも。あ、日本でもね、都市伝説ですごい流行ったんで。良かったなあれも。はい。人面犬ね、でも人間みたいな顔してる犬いますからね。あとほら犬みたいな顔した人間もいるじゃん。あ、まあいますね。だからわとまあその境界線は曖昧と。 顔面人顔面人これ多分人面犬って言ってるの日本人だけだと思うじゃない当たり前から日本語だからねだから英語で人面犬って意味の言葉ないよなと確かにヒューマンフェイスとドッグとか言わないですよねきっとねでもこのボリスナッチャーのこれもだって理屈はよくわかんないですよこれねわんショックのために出てくるそうでしょう別に本筋にはあんま関係ない本筋はあんま関係ないけど理屈がよくわからないびっくりしたはい はいそれからあとよりによってね、はい、それから、はい、ドナルドサザーランドの顔出て,てくるからね、はい、<laughs> あこれがねこれがだからおとやも後でいただいてますけどエムガイアークフォーのジェイソンくんはこのジェイソンくんが炎の柱バーってぶっかけるんでえっ、ー、とフレイディが復活できるというシーンですねで右はヒズンの宇宙人が乗り移った犬ですけど よく見るとわかるんですけど同じ犬同じワンちゃんなんですね天才天才です天才天才、面白ワンちゃん俳優ですねのブチっぽいねはい。でそんなミトウについては朝も昼も夜も眠いさん忘れられないのはエルムガイの悪夢 for the dream master 最後の反撃とヒドゥンに出ていたワンちゃんえ、ドリームマスターでは炎のおしっこをしてヒドゥンでは飼い主をぶっ殺した名犬です えー、ボーダーダコリーだと思うんですが、名前はご存知ですか、うん、他にも出演作品ありますでしょうか、えー、犬はじっとしているのが苦手なんですが、彼は鏡を見て微動だにしなかったり、細かくマズルを動かして牙をむき、うん、微妙に舌先を出したりするなど、<laughs> 本当に繊細な演技をしていて、名優だなと思いました。うん、ちょょっと調べてみましょうね絶対他にもあも、ねえっと、名前はジェイク

いたな。はい。オウメンのね。<laughs> オウメンはだってこれ地獄のハウンドですからね。うーオウメンとかまあダイメンがそもそもその夜剣から生まれておるんから、ね。はいはいはい。かっこいい。ええー。うん、あのかっこいいよね。<laughs> うん、<laughs> あのそういう <laughs> あのまあこれはあのそれで墓場でね。 そのダミアンの出生の秘密を探ろうとしたところに襲いかかってくる犬でございますまあね多めシリーズは犬はつきものですねから右がサランドラの物覚えのいい犬でパート2でパート1の時の惨劇を思い出してすごく活躍します犬の回想シーン犬回想シーンもう本当に感動する感動するな物覚えのいい犬回想シーンのある犬ね出た イタリア映画シシリリリーーズズ食い殺しイタア人は盲導犬をポラ映画に出すことにこだわっているということがよく盲導犬を何だと思っているのかね本当ですよひどい怖いどっちもどっちもご主人の首に噛みつく見せ場があって古内アルジェンと両方やってやっぱりそうだ僕今そうだと思って確かめたんですけどえっとジェイクくん犬のジェイクくんですね ミリ少年はそのことだにも出ております。あの、やっぱね、そうだと思って似てると思ったんです。大スターですね。はい。ということで、当時、いろんな映画に出てるってこと。あ、イタリアのね、二教徒は。とにかく、こんなことやって。とにかく盲人の喉、喉笛かぶりつく犬を見せたくてしょうがない。いや、最も信頼関係がね。あ、そうね。確かにね。 裏切ってひどい話や。はいはいはい。デビルスピークの犬。あこれがね可哀想でねこのね犬もね可愛がってるんですけどあのいじめっ子のクソ軍団がひどいことするんでまあクーパースミスくんが怒って皆殺しです。はいはい。それそうだ。ジョンウィックみたいな。そういうことですね。ファイヤーィンジョンウィックとデビルスピークだから同じ話です。そういうことですね。はい。シャドウの犬。シャドウの犬もいましたね。家じゃなかったこれね。犬がちょっと向こうになかなか行けないみたいな 向こうに行けない。向こうに行けない。はいはい。はいというのもあります。はい。そしてボンヤード。なんじゃこれは。これプードルが巨大化したやつですね。なんでこんな怖いの。プードルなのに。いやボンヤード結構楽しいすごい楽しい派手なあのいろいろお楽しみの詰まった映画ですけどはい。まああのやっぱりこれのビジュアルインパクトが絶大で。そうね。あの一部にすごい人気がある。そうでしょう。はい。 ホワイトドッグ負けんサミュエル・フラーはいこれは黒人だけ襲うようにしつけられている犬っていうね怖い話なんですよねクリスティ・マクニコルってどこ行ったんでしょうねマクニコルねえタイレーツムービーとか出てた人でしたねホワイトドッグいい映画でしたね割とだからんかこう先取りしてましたよねこのさあ83頭目 ちょっとホラーの映画じゃないんですけどちょっとビジュアルがホラーっぽいで怖いまあケルベルスケルベルスねうんからマックスねマックスは最近最近でもねこれ古い方だかこれはマックスもなんか炎の押し越すんじゃなかったっけんかそんな記憶があったなこれロボイネでしょこれ違ったボイこれって また別かディーン・クーンツの「ウォッチャーズ」っていう犬小説はははいいいあれも映画になってたんだよな「マイケル・アイアンサイド」とかですってあったありましょウォッチャーズって小説を俺読んでもうんかあれですよ漏らすぐらい泣いたんですあれは犬小説素晴らしいです見てください読んでくださいそれから出たキアヌ・キアヌリーブスこれは。 キャノンリーブスが犬をやっている。はい。犬が犬好きがこうして犬になっちゃった。犬っていうかなんかあれでしょあのでもドッグボーイですから。いやドッグドッグボーイだけど。あれもそうに今日の店用のように改造されたドッグボーイ。毛のまあ毛の毛の多い人間だよさ犬まあ犬は犬人間でも死ぬ人間入てました。よあそうね。これやっぱある意味ジョンウィックを先取り自分自ら先取りしていった。自ら先取りしていた。 そうそうねキアヌのバンドはドッグスター、うん、そうだ。行き過ぎるだろう、うん、あキアヌ猫もやってるねキアヌって猫の映画ありましたからねすごいやっぱ信頼できる男です <laughs>、はい、有から来た農生物の犬可愛いですよ、ねうん、これはね割と最後の方で、はい、実は犬の方にいい宇宙人が中に隠れてたことが分かってああのそうだったのかって思う。 終わり。早すぎた。この海老味噌かわいね。目がついてて。このこの海がねあのふわふわしてる時にそう鶏ミキの漫画みたいな目なんですよね。オノでボンボン殴られたりやつかわいそうなんですよ。確かに鶏ミキみたいな。結構愉快な映画で。見よう見よう。ということです。ホラー犬ああそして今日の目玉。目玉です。目玉な。 これやでおわちょっと透けちゃって宇宙犬深井うとまるプレゼンツそうですよ宇宙犬宇宙犬。宇宙犬行ってみようかはい行ってみましょう深井宇宙犬といえばはい。といえば深井まあわ私の中だけなんですけど樋口ジョン・カーターのウーラちゃんっていう深井これはもうこれを見た時にはい。 宇宙犬というジャンルがあるんだ目覚めたそうですねこれがやっぱり原点にして頂点と言っていいと思います。た宇宙犬のね宇宙犬界のやっぱこの当時ってジョン・カーターってなんか公開前からブブ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 言われてたじゃないですかそうですねあのひどいあのこけただなぜ作ったの言われてそうそう言われててやっぱなんかちょっとこうハードルが下がりに下がった状態であの ほぼほぼ全員見に行ったと思うんですよ。だ、うん、人はね。でただた時にやっぱ映画も面白かったし、うん、で加えてこのウーラちゃんに出会えたということで結構私にとってはあの結構大好きな映画なんですよね。ねーションカーター、うん。めっちゃ早いんだよね。うん。何ギゲットするともう目の前にすぐ来てる。そう,そうそう。やっぱね犬の良さはやっぱ人間と違う身体能力っていうところでやっぱり。ね なんか人間と違うっていうところがすごい強調されててここも犬身をねこうブーストしてる感じが樋口犬身樋口良かっね終わり樋口原作でも犬ということになっている樋うんなんか六本足でねああいいですね樋カチェジも六本だもんね原作だとなんかもっとなんていうかこうなわかんない鼻長い犬じゃなかったかなと思ったんですけどなんかねパグみたいになってますよね樋口まあ確かにね地球犬だって いろいろあますからね。地球員、地球員。確かに。さあ、そして。はい、これだ。出た。うん。エボリューション。エボリューション。虫だよね。虫が元だで進化する途中だから。まあ、虫と鍵とけじゃ、なな進化途中でなん犬っぽくなったやつ。虫が強引に哺乳類っぽくなっているみたいな状態ですけど。 なるほどね口開けるとねエイリアンよりびっくりするみたいなでっかいのががんばって出てくるんでねんか結構エボリューション面白かった気がすると思ってこの間見直してこのこいつに会いたくて見直したらなんか映画自体は結構今見ると厳しいなっていうんかやっぱ思い出補正がちょっと残念だったんですけどまここの宇宙犬ちゃんは変わらずかわいらしうん。

やっぱこっちは爬虫類に近いですよね結構この犬は確かにそうですね宇宙犬は爬虫類っぽくなるっていう特徴がちょっとあります宇宙に行くと爬虫っぽくなる虫っぽくなって爬虫類っぽくなってそうですね毛も抜けるしの不思議確かにねからの？からの うん、エイドこれはなんか「マム・アンド・ダッド・セーブ・ザ・ワールド」っていうタイトルのんか「スペース・エイド」って砲台が付いてたの、ねうんうん、見ました。これはねなんかなんかねここの、まあ、宇宙のどっかの惑星にまあ普通の夫婦がいてそこの星の問題を解決してやるみたいな,、はい、なんかそんな割と軽い話なんですけどその惑星は。 男は犬、はい、女は魚なんです。女は金魚だよね。はい、うん、<laughs> はい。でこれだから男の人の話を聞いてあげてるお母さん、まあ。そういうシーンです。<laughs> はい。はい うん、人間犬ですも、ねはいうんねその下がピンクレディーの活動台写真出てくるなんかとんでもない犬なのかこれはちょっと悪役レストランみたいな顔になってますけどねだいぶ目つきが悪いよねこれなんかね囚われたのピンクレディーが助けてあげたりしてそうそうと檻に入ってたんですよね その横の右のレッドドアフ号の犬は左がキャットっていうキャラクターでレッドドラフドアフゴってあれ何年経ってるんだっけ？宇宙がなくなってん相当遠未来だよね。一 <laughs>、うん、億年ぐらい経ってるもん。めちゃくちゃ時間が経過した後で、まあその宇宙船の中にね一人だけ人間がいたのが冷凍睡眠から復活してでホログラムの人間と。 あと猫がその間に進化しちゃって人間型になってるキャットすごいねあとロボットそれと別に1話だけこの右のドッグっていうそれの犬版っていうのがだからこれから映ってるのは人間ではなくてこれは猫と犬ですって300万年か。このの犬汚さがね 犬、が猫に比べてね、猫おしゃれだろう。確かにね、猫の動きが。人間味があっていいな。差別。犬差別。犬差別。はい。はい。はい。どんどん出てくるな、こりゃ。で、これスタートレックシリーズの犬たちは、ば、ばばっとまとめました。いっぱいいるんでね。そうそう、こうやっぱ一番有名なのが、この。角犬。角犬。角犬。これはね、なんか、この犬のね。 いいいい面面と悪が分離しちゃってみたなな話んですよだからこの犬がすごい「あつって吠えてたりんかおとなしく「うん」とかしてるのの両方が見られるっていうちょっとまあお得なのかなちょっとこれは有名なエピソードなんでぜひこれだけでも見てもらえるこの右のこれバルカン製の犬なんですけどスポックの母性のこれはなんかねこれ4年期の子供スポック年期のスポック子供スポック 本編っていうか、そのジオリジナルシリーズ、の時に、まあ、言及があって、確か、アルカン。の、その母性に、その犬が飼っててみたいな。で、それをこうアニメーションシリーズになった時に、出したみたいな。なるほどね。いい絵画だね、これ。可愛いんだよね。可愛い,いね、うん。ただのでかいのです。からの。からの。 左上のがこれがあの、まあ、クリンゴンの犬ですねンン、うん、中身はイノシシですこれがつい最近この右上の絵にあるように「はい、ローアデッキ」っていう最新のアニメーションシリーズにも出てきました左下のはねなんかこれもなんかクリンゴンの犬だったと思うんだけどなんか収容所のアクセルだったうんだけどそう,そう,そうなんかシベリアみたいな寒いところ クリンゴンな,いいな <laughs> そうでちょっとこれあの普通の犬を一匹だけ右下に入れてあるんですけど、うん、これは「アーチャー」っていう「エンタープライズ」っていうシリーズの館長が飼っている犬のポートスポートスくんで、うん、まあこれがねやっぱりね スタートレックファン的にはやっぱ一番の犬ちゃん。確かにね。可愛いしね。可愛いよね。可愛いしね。地球の犬が一番。あら。宇宙犬で来たのに。結論はそのあら。そうです。はい。はい。スタートレックシリーズはまだ犬出てきそうな。めちゃくちゃいっぱいいるんですけどね。 でも多分一番有名なのが本当にさっきのトンボクルのやつだ一角一角犬ねグリンゴンインもねいろんなバージョンがあっていろんな映画とかテレビシリーズでちょこちょこ出てきますいいですねクリンゴンはね結構やっぱ猟犬的な感じなんでちょっとなんていうかその辺もまあ宇宙人によって随分いいポジションが違うのがいいなちょっとスタートレックの犬掘ってみましょうねまたねはいそれからでかっ これかわいいっすよ可愛かったですねこれねこれ宇宙犬で合ってる宇宙犬っていうか何犬神話犬神話犬神話犬じゃないの狼だからあそっか可愛いから僕がねじ込んだんだかマイティーソーバトルロイってやっぱいい映画だったなこうやって見るこんなのあったっけあったあっただってヘラはこのフェンリルのにまたがってそれはなか覚えてるな世界を征服したんですよそっかそっかねいい映画だったいこのでっかい犬が出てんならいいよね <laughs> うん、オオカミオオカミっていいんです。うん、はい。かオオ可愛いからいいんだ。犬今、まあ、そうね。はるくにぶっ飛ばされて滝に落っこちて行方不明になったら、うんね、生きてる生きてる生きてる。よい、うんうん、ティティだった頃っていう、まあ、最近もヨいティティらしいですよ新しいやつは。なんか私絵が楽しそうですね。ね楽しそうですよ。うんはい、お便りいただきました。 好きな犬映画といえばザやはり「ザ・プレデター」を初代「プレデター」にも出演していたシェーン・ブラック監督する「プレデター」新作劇場予告編ではホラーアクションとして演出されていたので期待に胸を膨らませて公開後即見に行きましたところが蓋を開けてみればその内容は 社会からあぶれた連中が手を組んで凶悪に立ち向かういつものシェーンブラック映画じゃねえか。<laughs> ところどころ挟まる小粋なギャグでいちいち笑っちゃう悔しい大好きなんならもうナイスガイズ VS プレデターでも取れよ情けない悲鳴上げながら、えー、プレデターから逃げ惑うライアン・ゴズリング見たくないですか私は見たいです。で犬です、えー、本作には賢くて強くて可愛い犬が出てきて大活躍します。 仲間の心優しいでも PTSD ではちょっとおかしくなってる待機軍人の面々は、えー、プレデターとの苛烈な戦闘で、えー、コッパのようにどんどん散っていきますがご安心ください、えー、本作の犬は死にません最後まで大活躍しますこ<の>犬好きの人に自信を持っておすすめできる楽しい犬映画ですこ <laughs> これれは何、ね、プレデター犬なのこれと 地球の犬も出てきたはずなんですけそこは記憶が曖昧で、何度見ているんだけど、なんね、地球犬も出てくるんだけど、何しろプレデターの連れてるプレデターハウンドっていうこのワンコも出てくるんですね。ここだけめちゃくちゃ覚えて、なんか二頭連れかなんかで、なんか見たな、それ。二頭連れの一頭は多分途中で惜しくも命を落とすんですけど、もう一頭は最後まで生き残って、あのなんか主人公を助けたりするんですよ。心温まるいい映画でした。なるほど。はい。そう。 もう一丁映画の犬「プレデター・ザ・プレイ」のサリー<お>ここ最近ではダントツ、うん、17世紀の地球、えー、インディアンの女戦士ナルの相棒で、うん、片時も外れるサポートする、えー、サリーはひたすら賢く愛らしい投げ物の練習をするナルを首をフリフリしながら眺めるサリー。<laughs> フランスから来た蛮族に捕まってしょんぼりする。サリー。みんな文体が似てきたじゃないから <laughs> ネズミ。恵みを取ったり、クマをおびきをしたり、えー、プレデターの背後を取ったり、あれをる場面で大活躍とはい。 さまざまな生物の捕食関係が描かれる映画ですがその長所決戦であるプレデター VS 人間の構図の中でナルトサリーだけが2人一組のコンビとして描かれておりその知恵とチームワークによってプレデターとの決戦を制しましたこのサリーのおかげでプレデター側にも犬っていいよなという概念が伝わりプレデター犬が育成されるようになったのは疑いようもありませんまさに宇宙規模の可愛さを持つサリーでしたこれがそう可愛いんですこれね左の子ね かったなうん。なんか こう犬ってこう少年の友達みたいなイメージが強いじゃないですか。最近でもなんか女の子とか少女とかとコンビになるのも結構増えてきてるような気がして、確かに結構いいなと思って。そうですよね。ゴールデンカムイだって最初の方はそれが良かったんで、プレデターが楽しかったな。いいなあれって思った。ということで右側がこれがえっとロドリゲス製作のプレデター図に出てきた時のプレデター犬。すごいさなんか角とか曲がる時に大変そうだよね。 大丈夫なのかで,、はい、撫でづらいい、ね、ででづらいなでづらなのでおそらく品種改良がなされた先ほどのずんぐりむっくりなの、ね、ち,ちょっとなでにくいななんててということでいすね髪がなんかドレッドになったり、うんはい、まあということで宇宙犬まだまだいますからね、はい、またの機会にちょっと,うと宇宙犬都丸さんの宇宙犬フォルダーをまたまた火を吹く増やしておきます増やしておいてくださいねはいそして

アニメ犬98頭でざっくりまとめていただきましたがいいですかスヌーピースパイクベルマーブルスアンディオラフモーリーローバーそんなにいいのわかるわかります前列中央がもちろんスヌーピーその左がマーブルスですマーブルスはスヌーピーと久しぶりに再会した時に結構お互い兄弟ともともとあんまり気が合わなかったなっていうことを思い出して二人とも気まずくなりました <laughs> <laughs> ありそう、はい、で、はい、その右側がローバーですはい、はい、ローバーとでローバーについては口述しますが、えー、中列左がオラフ、はいえー、太った子ですね一番えっ、ー、とね全米一みっともない犬コンテストで優勝したのが <laughs>、はい、オラフ大好きはいオラフは人気ですねでその隣、えー、が、えー、モーリーです で前列右のローバーとこのモーリーっていう子はえ原作には出てこないですねアニメシリーズに出てくる原作ではただ8人兄弟いっていう言及はされているのでシュルツがおそらく存命だったら出てきたんじゃないかと言われているはいでその隣がベルですねリボンをつけた子がベルえースヌーピーのえー兄弟の中ではえとね結構早かった登場がでベルには息子がいます痩せたあの背の高い なんかピンクパンサーみたいなって言われてた息子がいますね。うん、そしてえっ、ー、と中列一番右がスパイクです。私の一番大好きなスパイク二さん、えー。カリフォルニアのニードルスという砂漠でヨステビタのように暮らしている。うん、そして一番、えー、後列ですね。アンディです。毛がふわふわした子。うんうん、はい。アンディとオラフっていうのはよくつるんでいます。 はい、でアンディってこの毛が生えたこのもじゃもじゃしたこう割と手術が勝ってた犬によく似てると言われていますね。ということでございます。はい、助かります。あと、先日の、でこの部分を復習して、してください。テストに出る。テストですね。この子たちはみんなデイジーヒル子犬園というところで一緒に育って、で、それぞれ、違った家にもらわれていったと。いうことですね。はい。あとお父さんとお母さんもいますけど、その話はまた別にします。 そしてええ九十九当面出た野々山黒木地いやいやラクロ大好きなんですよね左が中隊長かなそうですね中隊長ですねまあねデカとか破片はいませんけどやっぱり犬日本の犬それは野ラ黒かなとそうでしょうねうんね連隊長も可愛いしねうん今なんか YouTube で何個かアニメーション見られるあそうですか師団長がデカくて怖いんだよな あの偉い順にでかく偉い順にでかくなるノラクロ世界ではねうんノラクロのほら戦後の漫画がありますでしょあれ軍隊辞めたそうそうあれ読んで泣いちゃったんですよねよく泣くなきをやたらとねねなんかほら結婚して そうね<ー>でも「ノラじゃなくなったのだ」とか言ってなんか目覚め備えたりして「ノラクロ」もも <laughs> はね田川水宝先生が書いてたのは、はい、やっぱノラクロがそのなんか軍隊が休みになる回みたいなのがあってあ<ー>バケーションというか休暇になったんで、はい、みんなその実家に帰るんだけどノラクロは実家がないから,から、ね、あの僕には帰るところがないなーっていう回があって、うん、で結果行くとこもないからもらった給料をそのまま超うまいごちそうでも食べて使っちゃいってって怒られる って話なんですけど樋口マ食べちゃって樋口その話をしたやっぱ次の週に子供たちがねみんなうちにおいでよっていう手紙を貼れたっていう樋口いい話だないい話ですねうちにも来てほしいですね戦争が終わってよかったよ樋口奈良黒はねでも漫画がいいですね本当にねいい樋口奈良黒また読もうはいそしてオーディです ガーフィールドは今年新しい映画がやってくる今一番楽しみなやつ楽しみはいオーディオバカですバカバカ犬ねバカ犬ですいわゆるバカ犬ですそうねグルミットはリコ犬だからねグルミットはリコー犬ね形は似てるけど恐らく研修は一緒なんでしょうけどね何の研修なんだこれはグルミットねいいですねはいえとそれから DC「頑張れスーパーペッツ」のこのクリプトね いいですねスーパーペットは面白かったって皆さんおっしゃっててちゃんと見に行かなきゃなと思ってこういう映画って見に行こうと思うと所沢で朝9時から帰るじゃないみたいな参りだ参りだ参りね全泊していくかはいそれから「スター・ウォーズバットバッジのバッチャー」っていうシーズンになって第第今シーズンから出てくるようになったワンちゃん 宇宙犬犬ででアニメすめっちゃこれもメインのキャストのオメガっていう少女がクローンの少女がいてそれかなりキーになるキャラクターなんだけどその女の子とセットになっていてやっぱ少女と犬ものとしてかなりいいんですよね皆さんお気づきでしょうが101を超えました。 いや何で拍手してるの？絞れっていう話もあるんですけど絞れなかった。いかんのですよ。思い出した順ですから。ヘノスこれはいらんですよ。はい。どんどんいくぞ。はい。フランケンウィーに。ああこれはねこれはあのキムバートンもリーブンは東京ね。フランケンウィーはねあのスパーキーは実写の方もね。実写もいいですね。水飲むと水がピュッと出ちゃう。あいいですね。うん可愛いですね。 時間内に間に合わせましたねってそう思うだろそんなことはないんだぜワイルドだろそしてナイトメアビフォークリスマスねゼロでカワいいバートンはえっとだっけあれもコープスブライドのね死んだ骨犬がうだ。死んだ犬が出てくるっていう必ずだからでもにだから子供の頃にフランケン・ユニーの元になったエピソードが 当然あって、あの死んじゃった犬の思い出がずっとあるらしいです。はははは。やっぱりね。いいですね。バートン、あのコロナバトン良かったな。え繰り返しになりますが、ナイトメアビフォアクリスマスはヘンディ・セリック監督さん。そうですね。原作の方に。はい。はい。そして出た犬が島。犬が島になります。これはもうね、そうです。私のために作ってる胸帯が。はいはい。あ、あとあのアビーチ、アビーチ、これはね無理やり入れて入れさせていただきました。 ぜひみんなさんね見て泣いてください。はい、アビーチのウェイティングフォーラブっていうですね。はい、えっと曲の PV なんですけど、本当にこれ戦場の犬、戦場の馬なんでね、多分ねこれ。戦火の馬みたいな、戦火の犬なんです。本当にね、かわい,い、かわいそうなんだ。川い,しい犬かわいだったらちょっと辛いですね。うん、見て泣くか。 一生懸命な犬ですね。ああ、それ辛いそうだな。ラビチのこともやっぱちょっと考えて、悲しくなっちゃう。そうだな。そう、累活だ、累活ね。累活ね。累活。はい、ドギマハヤシさん。ドギマ、ドギマハヤシっていうのはあのワンちゃんのご飯を作ってる会社です。ドギマハヤシ。猫ちゃんのご飯も作ってます。はい。ウェスアンダーソンのはい、犬が島。 えー、ポイズン寿司の方が頭に残りやすいですが日本人っぽい真面目な主人公に対比して犬がアメリカ的でそのギャップがいいと、はい、例えば犬が「おお」と胸に手を当てて言いそうな簡単詞を言う。 しかもワやっと見つけた愛犬が超イケワンしかも彼女を生きて妊娠させてる、うん、犬と一緒に幸せに暮らしましたとさじゃなくて犬は犬で幸せだしご主人も彼女できて幸せだしウィンウィン、うん、犬というと最後は愛情で感動という自分の甘い固定概念を打ち破られました。 そして二回見てしまうほどウエス・アンダーソンの世界は面白い。鑑賞後犬でさえ家族を作れるのに自分はなぜと思ったのもいい思い出です。<laughs> <laughs> まあね、はい。うん。ということでございます。ウエス・アンダーソンアニメだとすごいドライでかっこいいですよね。な,<ー>なんかスティックミスター・フォックスもそうだったし、犬がしはもね、まあやっぱアニメアニメが一番。 向いてるのかもしれない向いてるのか向いてるって言うからねアニメやってほしいなまあでも大体人間使ってもアニメみたいな絵が描いてる人がい確かにそうですね犬ヶ島また見てみようはいということでアニメ犬のコーナーでしたそしてロボ犬まだ今度はロボ犬駆け足でいきましょう駆け足でいこう駆け足ロボ犬マフィットくんではいここにいまーす今日は持ってきました長屋のマフィットくんうちに2匹いるんですけど ダギットってね、本当ね。うん。まあまあフィット。まあフィットザダギ。フィットザダギット。こうやってでも、宇宙空母ギャラクティカってジョンダイクストラ。うん。ははは。特撮でしょはい。まあ、それでルーカスと揉めたんですよ。スターウォーズ。スターウォーズのテクノロジーを持っていった。うん。これも。ジョンダイクストラが作ったのかな。いや、まあ、これはだから、その特殊メメイクというか、造形のチームだと思う、ちょっと違うと思う。違うじゃないかな。これはね、中にチンパンジンが入ってますけども。そうなったね。はい。で、右が。 これはなんだキングスマンでっかいこれあげて思い出したんだけどキングスマンってこれよりか生犬の方が印象深かったなって第一部に出てきてそうですね JB ってジェームズ・ボヨンじゃなくてジェームズ・ボンドの JB かにねどんどんいこうこのクルミュラル人形はねめちゃくちゃシュールで恐ろしいクルミュラル人形なんですけどもあの暴走機関車の監督じゃなかったっけ

初めて出たとってことなんだねそれからルーギーチューンズバックインアクションに出てくるメカデカイヌですねあのこのシーン覚えてるから <laughs> メカデカイヌかわいいな <laughs> はい。いいそんで

うん、これはだってその映画のこの堅んなセッティングその舞台設定っていうものもこれだけで、うん、ああ語りきりますよね、はい、この手首食べ犬がとととって歩いてきたここはろくな場所じゃないなってみんなこれ見てあこれいいと、はい、思いました世界書いてありすね黒沢はね。 まあ、やっぱりだから悪霊と思う。同じ。同じ。もうおまわしですよね。長い。ちょっと長い。うちは長めでいこう。はい。からの。からの。はい、出た、ガバリ。ガバリ、ガバリ、また出たね。壁の中に誰かいる。はい、はい。壁の中に誰かがいるわ。心地の夫婦がやばいやつで、こういうものを餌としてあげてる。そう、そう、そう。美味しいような。ガバリの手首には、これいい犬だから、悪いやつ、悪いっていうかな。化け物の手首を持って。はい、はい、はい。うん。 からのでまあお話先ほど出ましたけどやっぱりリンチの手首犬本当いいシーンでねね大好きまあやっぱりこのなんかでもワンちゃん的にもいいんでしょうね人間の手首あたりっていう楽しいじゃないか重さがちょうどいいし棒かぶかぶの好きじゃな持ってくんでちょうどいい骨も骨立ってるし髪髪具合がねよくたなんかあのこれ軟骨とかもありそうですねコリコリねコラーゲンコラーゲン ということでございます。手になりますよね。そうです。手首食べ犬まだまだいるはずなんでちょっと皆さんからもなんか忘れてけどあとねなんかいくつかあったので思い出したら寄せてくださいね。はいということでございます。はいそしてこちらです。ドーベルマン。これもジャンルなんだ。ジャンルか。ジャンルジャンルドーベルマン。研修じゃなくてもう研修じゃねえか。研修だよ。これで分けたら大変なこと。 <laughs> ただやっぱり映画におけるドーベルマンって忘れがたいんですよ、例えば119頭目、ブ、はい、<た>ラジルから来た少年のドーベルマン。ドーベルマンってそうなんでね、まあ、一番その怖い犬になってますから、ね、<い>決算をね、そして129頭目、ドーベルマン犬の島。怖そうこ、ん、れ、うん これは子供の時テレビで見たのかしら。十二チャンネルでよくやってた。十二チャンネルでやったんですよね。<ー>なんかそのあれですよね。新婚家庭のお二人が。なんかリゾートかなんか島に行くんでしたっけ。そ、うん、そしたらなんかあのドーベルマンを連れた怖いおっさんがいて、うん。うん でしごかれるんですよ、うん。本当70年代ってそういう映画ばっか作ってねみんなね。そう,そう動画となんか地獄のしごきを受けるんですよ。で逃げようとすんだけどドーベルマンがいて逃げてもらえないやっぱ番犬ですよね。そうそう。子供の時そんな映画よく見たな俺と思いますけどね。うんうん、はい。 それからドーベルマンギャングあ出ましたご機嫌な映画ですよご機嫌の映画ですよこのポスターが本当にいいですねこの映画ねドーベルマンギャングですもんそれこそだからドッグマンと繋がるそう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 ですねドーベルマンがギャングなんだから犬は仕込んでねいいですよこの T シャツが欲しい あと爆走ドーベルマンデカ。<laughs> 君ありかよそれは。ありもう入れたかっただけです。す <laughs> もう犬神系の一族でも何でいいんじゃない。でもこれドーベルマンデカっていうその原作漫画、うんうん、タイトルだけドーベルマンって言ってますけど、うん、特にワンコーは出てこなかったと記憶してるんですそんなに。だけどテレビシリーズになった爆走ドーベルマンデカっていうのはちゃんと出てくるな。はい。出てきた。 そうそうそうこっちはなんかドーベルマンが3頭4頭ぐらいワンワンってドゲドがドゴンってやつでしょもう元ですねということですさあそして今日のもうこれいよいよ大詰めじゃないですかまだ大詰めがまだあるのか出たこれだあ第8部だからぶってますけど第8部すごい8個ピってますね第8部8個後ろが抜けちゃったはい8個 八甲のあたり、はい、これ神山清次郎。はい、はい、はい。皆さんご存知、あの、先生が。あい、なんだっけ、えっと。死んじゃった、死んじゃった先生をね、ずっと渋谷で会に続けるというね。みんな知って、銅像にもなった。立派な犬ですね。ここから始まったわけですね。八甲映画。大ヒットして。で、まあね、こう日本、八甲がね、いたのは日本だけじゃねえぞと。はい。いうことで、登場したのが、八。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 アメリカの八甲。 はい、アメリカのハこれなんかね確かに日本から引っ越しで連れて <laughs> 犬を連れてった人が何か,か間違いで荷物,、はい、荷物だけどっか行っちゃって、はい、でチが迷子になっちゃったでそ,れそれを拾ったのがリチャード・ギア。あ ってだからだから北田県がなぜかアメリカにいるっていうちゃんとそういうことを言ってることですねこれハチ公の問題でみんなね結構掘り出してんね犬をどいつもこいつもまあそうしないと話が始まるそうなんだけどなるほどよくないんじゃないかまあでもこれも要はハチはハチはだからなんとかハチになるのかよく意味わかんないんだよな なんかね、理由、めちゃくちゃ無理くりな理由でハチって名前が付けられるんですけど、ハチって書いたんだってなるほど。渋谷は出てこないですね、じゃあ、出てこない、どこだっけ、なんかどっか東海岸の方だと思うんで、マサチューセッツとかそっちの方じゃないですかね。ここれれももラッセ・ハルストレム監督そううでですすすす犬犬といいいえば面白よるしねのありま はい、はいというこ,とでこれがアメリカの,アメリカのはいそしてこれがこれロシアの8、8 <laughs> と,と,とパルマの物語っていうね、これね、パルマっていうね、これあモスクワのね、えっ、ー、となんだっけ、ブブヌコーボ空港でまあ行ったけど、<laughs> そこ、ブヌコーボ空港っていう空港に、あのなんかチェコにね、えー、引っ越し、引っ越しじゃない、なんか出張で行くはずのやつが、まあ犬をまあ検疫処理とか適当な検証に持ってきたんで、うん犬は乗せられないって言われて。 うーんしょうがないじゃあ俺は行くから犬はほっといてくれって言って犬を捨てて行っちゃうのよでその犬がまあずっとその後空港であの飛行機が来るたんびにあのご主人様に来る,来るかなってずっと待ってる、はい、でそれが評判になってっていう話なんですよ犬はさ犬飼ってるの犬は外でねその、まあ、たまたまかわいそうだと思った人が飼ってるんですけど、はい、どんどん毎日空港に出入り自由なん どうなんだよこれいくら、いくらね、70年代の、事件 70, 70何年とかだと思うんですけど、70年代の,、まあ、あの旧ソ連とはいえ、いくらでもゆるゆるすぎないか、この空港の警備と CIA、ね、が仕込んだスパイ検かもしれす。いからね。で、最後ね、はい、最後ね、犬をね、まあ、それが評判になって、はい、じゃあ、あの犬をあの、あの犬の飼い主を見つけてあげようとか言って、だからその捨てた。 さ冷たいついが呼ばれてきてさ「いやえ」とか言ってでもこれでもお前がこれはもう共産主義的精神の発露なんだからちゃんとお前がちゃんとかあのこの犬はね、うん、犬がこういう共産主義的精神の発露の,のいい犬なんであの ご主人見つけなきゃやめだってそれをこれで逃げたら俺出世もできないし、うん、共産党からいじめられるからしょうがないから買うんだっていうすごいこういう話なんです。すごいどひどい話なん、ね、まあでも言うんだけど最後はまあそれであのずっと可愛がってたし犬そ、うん、のところにいてハッピーエンドなんですけどこれ実話で、うん。 実際に本当にずっと待ってた犬がいた。で、現実には誰も名乗り出ることはなく。犬はウクライナに引き取られていったそうです。ああ。かわいそう。なるほど。無理やりいい映画に。いい話。はい。で、これアリーナザギトワ。ザギトワ。ザギトみつも出てますよ。あきた、あきただからね。ああ。そういうことね。そうそう。ザギトワも、ザギトワもなんか犬持ってた。ザギトワ選手はなんかだって、秋田犬もらってませんこれ元はね、ね、そのパルマの話。 だけのロシア映画があったんですよ、うん、でそれをなんでか知らんけど日本で公開するときにハチの,の話にしようっていうことで秋田版秋田部分をつけて秋田部分にザギトワとかあんみつとか出てくるあすごいなそういうことなのか頭痛くなあじゃあこれハイブリッド映画なんですねハイブリッド映画ってなんだろうのね、えー、元のね,元のねパルマの話は結構面白いんですよ。なるほど あのねあるんですよあのスプーカーズっていうホラー映画があるんですけどこれはあの全然関係ないホラー映画を二本こっちも途中で撮影途中で終わっちゃったんでくりくりつなげて映画にしたら一個も話が分かんなくなったっていうそういうのがハイブリッド映画面白い一個ハイブリッドそうなんですまあねもロシアとジョインとしてそんなことがやられてた時期だったわけねまだ二十一年というのはね,ね共同制作映画って書いてあるとうそうだと思わないですよね普通ね新しいすごいよだからロシア版のポスターもあるんでだからなるほど 実はよく見ると。で、もう一本、石岡太郎、これはね、これは、どこだっけ、茨城の八チこれ、実はで、本当にいるんです、石岡太郎という犬が本当にいるんです、いたんです。で、これはね、これもひどい話で、なんかね、石岡市って茨城にあるんですけど、そこからちょっと離れたところに住んでた幼稚園児が、いつも家から、 あの駅までは犬が送り迎えをしてくれるんだけど、うん、ある日間違えて混雑に紛れて、はい、犬もあの車電車に乗っちゃった幼稚園児が一人で,で、ね、電車に乗って通学してるっていうのがそもそも昭和、うんまあね、昭和だからね、うん、なんですけど、まあ、それにしてもどうかと思うんですけど、うん、それで行って、まあ、行っちゃったわけですよ。でまあ、パニックになって、うん、でもどううしよう って,言って、はい、あの、で、議員がさ、あれ、この、君の犬って聞いたら、違い、違うとか言って、怒られると思って、違うとか言って。あ<ー>あ<ー>、それ、追われちゃうんですで。で、その追われちゃったことを、ね、彼女は、その後。 家帰っても3日らで熱出してずっと寝てて親に言わなかったもんでもう手遅れになってどうしようもなくなっちゃったひどいんですよ本当に許せないいと思ましたでも実はでそれでその犬がその後とにかく会って小学校にもらわれてった小学校にもらわれてたんだけどある日はたと記憶がよみがえって私の主人はあの駅で私を捨てた女の子だ人にんですよやっぱりだからその それから毎日修行時間あの修行と修行時間に駅まで行って電車を来るのを待つっていうことを10年ぐらいずっと待ち続けたっていうこれも実は、ねはあ、であの石岡市の駅前にはあの本当に銅像が立ってるんです太郎の,太郎,の,太,郎の太郎像が立ってこ,れこのビリングの一番最初がこのチャッピーチャビーダイってこの犬のキの前名前が一番上っていうのは交換がそうそう でもね、これ、犬種が明らかに違うんですよね、子供の子,<え>子供の頃と大人になってからの太郎とか、明らかに犬種が違うんで、これ、どうなのよと思いましたね。なるほど

やっぱこれからだからメカ八個とか手首八個みたいないろいろこうハイブリッド横断してこれはんでもう一本まだはいこれ中国の八個ねうわパワーも加えてるじゃんパワーピンって名前なのよ パーピンって名前なんで、奥さんがね、奥さんがなんとジョン・チェンなの。いいじゃないですか。ジョン・チェンで、ジョン・チェンがマージャン好きなんで、だから、いろんな名前がパーピン。すごいね。これは場所はね、中国の重慶、重慶っていうの重慶大爆大爆撃のところですね。そこが舞台で。だからあそこ 山の多い地形なんで、そのご主人がエレベエレベじゃないや、えっとロープウェイに乗って出勤するのね、通勤するんです。で、そのロープウェイの駅までずっと向か向かいに行ってるっていうそういう設定になっているそうです。マジンパイを加えて、マジンパイ加えて、マジンパ加えてない。右のめっちゃいるのは全部ね、全部八全部八個じゃみんな 東南シャーペイとかいやいやそうじゃなくて一匹一匹はこんだけの犬使って演じてるっていうことですかそういうことか犬か一役使ってマシャやってるわけじゃないなるほど確かに震度金たって書いてあるそうそうねあの原作だって原作っいうかリメイクだからああそっかそっかいやすごいなへえっていうことなんですよ。

いわいねこれあのちゃんとジョンウォーターズサイン入りなんでそうあの友達がなんか作ったはい友達のアーティストが作ったんですよねまあウォーターズサインもらいましたはい忘れてましたね犬映画のこの恐ろしい世界恐ろしい世界ドッグマンから始まってでもやっぱあれなんじゃないですかちょっとこの映画 YouTube 界隈では最も犬が多い 放送になったかも。か違、ま、間違ない間違ないね。あ、まだね、ごめんなさい。あ、いい。なんかね、今回、すみませんね、こ、小ネタっていうか。はい、犬映画、ちょっとこう、どうなんあったかなとか、いろいろこう、思い出しつつ、調べてたら。うんうん、なんか、勝手に。 言いますけど惑星シベルさんって方の「グッド犬ハンティング」っていう本があってでこれが実は映画に出てくる犬だけレビューしたご本でして漫画家さんの方でちょっとこう2三ペ,ページぐらいかな23ページぐらいかな,いかなのこう漫画とこうコラムとくっついててなんかそれ見たら今回紹介してないのとかもいっぱい載っててねああこんなもあったなーとかあったんでよかったグッドイヌハンンティングという本ねらしです。えー そうしようね。まああの本当にね、だってアニメ犬だけでももう収集つかないですよ本当にやったら。うでやっぱりだってボルトとかも出てきてないでしょ今日。確かにそうそう。大変ですよそれはね。そうなんでございます。だからまあでもそうですね。だからなるべく狭い犬ジャンルにしやらないとね。昔の今日の手首食べ犬みたいな。手首食べ犬。はいということでございますね。はい。ここまでやってきたけれども、さらに今日はおまけもあるんです。うそ。 こちらです。うわあ。うちの子最高愛犬自慢のコーナーです。<laughs> 今日は影が薄いと文句を言っています。仕方がありませんね。はい。うちの子最高ということで、あのご覧の皆さんからですね、ブラックホール見ていただいている皆さんから<ー>自慢のワンちゃんの写真を送っていただきました。はい。はい、なんかコメント欄でね。はい、はいはいさあ寄せていただきました。素晴らしい。ドドン。 はい。すご N S S K 二四三五 H さんの花ちゃん。加えてね。首首加えてね。スイカさんのボノくん可愛いですね。この顔を見て。キョウイ一一ゼロ一三のワンちゃん。お名前がちょっとわからない。子はワンちゃんとしてます。ネオヌマさんのベックちゃん可愛いですね。可愛い。ネオリコそうなね。なんだこの配信シング。はい。シュウさんのワンちゃん。可愛い。子供の頃飼ってらしたんですかね。はい。カスミさんのねいつもメールをいただく。 かずみさんのワンちゃん犬がチ勢だそうですうわーたまらんかずみさんのワンちゃんはなんだっけエイリアンコベナントのパスベンダーが笛を吹くシーンに異常に反応するそうです知らないよはい。青沼しずまさんの黒柴さんい。青沼しずさんってやつね犬が好きですたのワンちゃんこれあれだあの二足歩行に見えるこれフリフリ歩いてくるいいえ ええグエンシバさんのグエンちゃんシバですねねグエンちゃんはえっと地獄の黙示録のボートに乗っててえっとほら救出されたランスが拾った犬あの子がグエンっていう名前ですそこから取ったっていう誰がわかるんだろうベトナム人なのそうですねじゃケインちゃんさんのミルコおじさんはいあミルコおじさん いはい。加西 m o さんの菊クチさんいい顔してます、ね。キクチオさん嫌いになれないですね。<laughs> 大好きだな。骨くわいいこの顔。ケイタ ft さんのワンちゃんなんだこれもう。可愛らい。どこで撮ってこれですか。レンタさんみたいですね。うん、はい。すごい。 そしてええ学太郎さんのクーちゃん、はい、リーロイさんのワンちゃんね、ルミさんのメイちゃん、寝てる寝てる、ぬきすけさんのワンちゃん、すごい今日のワンコのコーナーです。仕方ありません。いはい、いいですね。もう皆さんどんどん寄せてくれて、も自慢したいんだな、いいですよ。ね、はい。数を、数を、ええ布山さん、カレンさん、クレアさんというこのコーギね。コーギはいいよな。片岡ふぐリさんのラビちゃん、ね、いい賢そうな。そしてノンさんの豆雑魚くんという。

かおり犬さんの猫ちゃん、可愛いらしい。名前香り犬さんなのに猫ちゃんで、そしてガンジャマンさんのガンジャニャン。ダメ、ダメダメ絶対。いいですね。お土いで可愛いですね。お野菜が好きだそうです。やっぱり野菜がね。それから斎藤窓さんの近所のお父さん、過去メスってわからなか金持かも金持ちかよ。でも確かにお父さんといった感じの風格があります。いずれそんなわけでね、猫映画特集も必ずやりますからね。はい。 その時にはもうねえということなんでちゃんが大活躍そうですよということで皆さんありがとうございましたありがとうございましたこれはでも僕の手帳の端っこに書いてあった僕がいつ書いたかわからないけどね愛いミみちゃん似てる似てるでしょということなんですそう「ブラックホール」が愛犬紹介チャンネルになっても毎週見ると皆さんおっしゃってるで引き続き皆さんね自慢のワンちゃん猫ちゃんの写真を送ってくださいねという。 ことでございました。はい。大変です。一時間半。一時間半やった。二時間半二時間半。二時間半。時間半。紹介スペシャルでしたね。犬だけ犬犬映画だけで百二時間やっちった。二時間やったね。はい。そうです。ということなんでございます。百七十ナナトプラス皆さんからご紹介いただいたワンちゃん紹介してまいりましたけれども、そんなブラックホールはコーナーもございます。DVD a n 動画配信データ発売中です。はい。はい。えっとそれから。 いつも言ってますが、えっと、チャンネル登録や、いいね、それから、えっと、通知ボタンを押していただいたりすると、嬉しいですということですね。ございました。はい、ございました。ということで、ベッソンのこと忘れたって言うんじゃないよ。ベッソンの映画も面白いだろう。今はでも本当によかった。まだやってるよね。やってると思います。はい、がとうござい。見てください。全然やってますんでね。それから、そんなわけで、しかし来週はこれだ。

柳下さんはだってデューンガチ勢だもんね。ガチ勢。ガチ勢ってほどでもないんですけどね。まあ、じゃあ、一応なんと昔からエスエファンやってますんで。ね、楽しみ僕はおんぶに抱っこだよもう手ぶらで。ね。はい、ということで。で頑張る。頑張る。はい、で、まだ一週間ありますから。そうです。ね、僕と同じレベルで、あのデューン初心者の方も、なんとかちょっと。映画、ね、この間のやつと、今回のやつぐらいは見ていただいて。 お便りなどお待ちしておりますということでございます。はい。はい。ええお疲れ様でした。ね。はい。ということで、今日もなかなかとおけたので、ありがとうございました。はい。また来週。ね、うとまさんもありがとうございました。また来てください。さんもありがとうございました。かわいいね。言ってただけでそうです。それでいいね。宇宙の特集もぜひまたしてい。はい。またやりましょう。あとアニメの特集なんかでもぜひ、そうそうそう。ということでございます。ではでは、ありがとうございました。ワンワン。ワンワン。で皆さん、さよならだ、ワン。ワン。 また来週だわありがとうございましたありがとうございましたワンワン